はい皆さんこんにちは講師の森田隆一ですそれではですねただいまより不動産鑑定試験2022合格基礎講座経済学第1回目の講義を開始いたしますよろしくお願いいたします はいえー、本日ですね、記念するべき1回目ということになりますけれども、えー、最初のお時間ですので、えー、簡単にですね、ガイダンスをさせていただきます。えー、画面の方ね、えー、切り替えていきますけれども、えー、1回目ということになりますが。 えー、まずですねこの講座のですね目的をですね、えー、お話しさせていただきます、えー、読み上げていきますけど経済学の合格答案を書くということでありましてまあこれがね目標目的になるわけですね、えー、言い換えればですねこれですねトップ答案ではないということであります、えー、トップ答案を書くとしたらですねもう本当に経済学だけでもですねものすごくお時間がかかってしまうということでありましてですね、えー、皆さんはですね合格するにはですね 経済学以外にも民法、会計学そして官邸理論ということでありましてです、ね、多くの科目をです、ね、勉強してそして合格点を取らなければいけないということでありますので、まあ、1つの科目にです、ね、あまりお時間をかけすぎるということは得策ではないということでありましてです、ね、トップ答案をです、ね、狙わずにです、ね、合格答案を狙っていくとそういったスタンスで,です、ね、勉強していただければなというふうふに思います。ね。予備 予備校の講義ではですね、まあ、出るところを中心にそしてここは知らないとですね後々の学習をする際にですねとても困ってしまうというところを中心にですね勉強していきますのであのぜひ、ね、予備校のこの講義をですね、えー、きちっと消化してですね勉強を進めていただければなというふうに思いますね。まあ、よくですねあまり講座をですね講義をあまり見ずにですねいきなりテキストだとかですね教材の読み込みに入ってしまう方がいらっしゃるんですけれども それは得策ではありませんので少なくとも1回見ていただくということがですね合格する際のですね、まあ、実は近道ということになるかと思いますんで、ね、あの時間はかかりますよ、やっぱり講義を見るということはやっぱり時間はかかりますけどもだけど、近道なんですね、むしろね急がばまれという言葉がありますけどまさにねそうかなということでありましてぜひ講義を見てですね えー、トップ答案を目指さずに合格答案ですね、えー、合格に必要なことは、ね、この講座に込めてますので合格答案を書くということで、ねえー、勉強を進めていただければなと思いますね、えー、つまりということでありまして、まあ、2021年夏にです、ね、2時間で2枚の、えー、夏の暑い時期になりますけども、ねえー、合格答案を作成するということが目的であります。 で、この目的を達成するためにはですね、手段、戦略が必要になりますけども、えー、短期合格にはですね、戦略が必要でありましてですね、えー、その戦略をですね、えーまあ、この講座を通してですね、えーまあ、お伝えしていくということになりますね。でまあ、簡単に申せばですね、やっぱり教材の絞り込みですね、えー、世の中にはですね、経済学の教科書っていうのはですね、いっぱいですね、出版されておりまして、どの教科書もですね、まあ、特徴がありましてですね、読めば面白いということでありますけど、 えー、合格するためにね短期合格するためにじゃあそれが必要なのかっていうとむしろそういったものに手を出すとですねお時間かかってしまいますんで、えー、その辺気をつけていただければと思いますねですから予備校の方でですね提供させていただいているですね、えー、教材をですねしっかりと消化するとそれ以外はむしろ切り捨てるというスタンスが必要かと思いますね、えー、どうしても読みたいんですっていう方がいら本当にいらっしゃるんですけど、えー、合格した後に読んでくださいという風に私は毎 今回ね申し上げてるんですけども、えー、そういったスタンスでやらないとですね本当に短期合格できませんのでねっていうのはね我々にはね時間の制約があるんですよ、えー、経済学にはですねまぁだいたいね、えー、350時間多くて400時間ですねそれぐらいしかかけられないんですよね、えー、でありますのでこれがね5年10年かけて合格するっていうんだったらじ,じ,じっくりね経済学に取り組むっていうことでもいいんですけども1年ということでありますからねまあ、350時間がいっぱいいっぱいということだと思いますね多くて400時間と だいたい鑑定試験合格には2500時間必要と。で、担当で500使いますので、えー、論文で2000ということですよね。で、まあ、単鑑定理論でやっぱり1000ぐらい欲しいんじゃないですか。 でそれで考えると、ですね、まあ、経済学350ぐらいなのかなということでありましてね、まあ、それに収まるように、もちろん講義時間も含めておということですけれども、えー、その350時間に収まるように、ですね合格ができるね、ね、えー、そういったですね計画、戦略を立てておりますので、えー、ぜひ、ね、その予,備の予備校の講座に乗っかっていただいて、ですね、えー、勉強を進めていただければと思いますね。だからら余計ななこことととをやらないということですねそして合格と 当案を目指さないということですねそこのところねえ肝に銘じていただければなと思いますね合格時間を下手に目指してしまうとものすごく時間がかかるからということですねであともう一点ねあの申し上げておきますとねあの経済学でも会計学でもそうなんですけどやたら難しい問題が出ることがあるんですよで、やたら難しい問題が出たときにですね例えばね経済学で普段の問題であればトップ当案が書ける方もですねやたら難しい問題が出ちゃったらですね 合格点取れないんですよ。 もう0点近くなっちゃうんですよ。難しい問題が出たらね、あの、経済学得意な方も経済学が不得意な方も点数同じになっちゃうんですよ。もうみんなできないという問題になっちゃうんですね。えー、ですから、まあそういったことがね、起こっちゃうんですよ。で、結構な頻度で起こりうるんですよね。えー、経済学、やたら難しい年っていうのがあるんですよ。えー、例えば2018年になりますかね、えー、経済成長理論というね、えー、非常に難しい、その年のノーベル経済学賞の理論なんですけども、 受賞した理論なんですけどね、あの内政的成長理論というのがありまして、別に覚える必要はないんですけど、そういうのが出てですね、もうほとんどもう合格者の方もできてませんでしたよ。よ、えー、そういった年もあると。ですから何が言いたいのかと,いうと。経済学で自分は得点を稼ぐんだということで合格等へ目指してコツコツやってた方がですね、その年には点数経済学で解けないということでありまして、また経済学点でダメな方とで、ね、同じ点数になってしまうんですよ。ですからあのこの科目にかけてるんだっていうのはね、なくした方がいいです。 でどの科目もです、ねえー、合格点を取れると。 ね、そういった方がやっぱり短期合格していきますねあの得意科目を作るというよりも苦手科目をなくすという勉強法ですね、えー、そういった勉強法を心がけていただければと思います結果的にそっちの方が早いですですから経済学が結構楽しくなっちゃうって方がいらっしゃるんですよ特に理系の方なんかねあの数学使いますからあの楽しいと言われる方いらっしゃるんですけども、えー、むしろあんまりやりすぎないということがですね短期合格にはね 必要ででありまますすので、まあそのそ辺気をつけけていいただければと思います、ね、バランスよくと、バランスよく勉強していくと、民法も経済も会計もバランスよくやっていく、そして官邸理論に一番お時間かけていくと、そういったですね、まあ、戦略を取っていただければなと思いますね、だから教材を絞り込んでって、合格答案を目指すんだと、トップ答案ではないと、でバランスよく勉強やっていくということですね、いいですかそういった戦略でですねいきましょうということであります。 えー、ではですね、本講座の内容なんですけどね、えー、合格答案作成のためにですね、えー、何が必要なんですかとトップ答案ではない、合格答案作成のためには何が必要なのかっていうと、二つありましてね、えー。まずインプットですね、えー、知識とか考え方、経済学の知識、考え方をきちっとですね、頭の中にですね、入れていくというインプット、これが絶対に必要になってくるということですね。 えー、で、インプットだけすればいいのかってうと、まあ、ちょっとダメなんですよね。えー、つまり、えー、この経済学教養試験と、えー、いうのはね、論文試験ですからね、論文作成力っていうのが必要でありますので、練習が必要です、アウトプットするということが必要でありますので、えー、答案練習会というのがありますけども、あの予備校にはね、レクイー以外にももちろんあるんですけども、答案練習会で実際に答案を、まあ、書くと、論文を書くというね、トレーニングを積み重ねた方がですね、合格していくということ ということでありましてねまあれにいらっしゃいますけどね、本当に100人に1人ぐらいの方はね、あの党安練習会にほとんど参加せずにという方いらっしゃいますけど、本当に100人に1人とか、何十人に1人という方ですよ、毎年そういった方はもう見ないぐらいですね、何年かに1人って、もう私がもう2007年からやってますけどね、本当に1人か2人いたぐらいですよ、党安練習会に全然参加しなくて合格された方っていうのはね。だから多多くくののののの方方方方私が知っててる合格者ほ、まあ、ほとんどの方です、ね、ほとんんどどででですすねねは練習会で 痛い思いしてます。え、当案練習会、やっぱり難しい問題が出るんですよ。難しい問題でね、やっぱりみんな痛い思いしてですね。で、みんなその痛い思いをして、それで成長しますから。ああのー、まあ、楽にはなかなか合格できないと思っていただければと思いますね。やっぱり難しい資格ですから。 簡単に受かる資格じゃないんですよ。ね、簡単に受かる資格というのは逆にみんなが簡単に受かってしまうから価値がないということですよ。不動産鑑定試験は簡単に受からないんですよね。えー、まあ今年というふうには今年というふうにじゃあまずですね、2020年ですね、今2021に収録しておりますので、2020年になんですけども、2020年の合格者は135名ですよ。たった135名しか受からないんですよね。まあ、非常に、まあ、去年あの、おととしか、2019に比べたら合格者が増えておりますけども、だけどやっぱり やっぱり非常に難関資格と言われる不動産鑑定試験ですから簡単にはなかなか受からないということでありますのでねだからこそ価値があるとね、えー、誰でも受かる資格だったらですねみんな受かっちゃうんでね別に価値なんてあんまりないわけですよ、えー、ですので、まあ、価値のある資格だからこそですね、まあ、痛い思いをするということでありまして、まあ、答案練習会ねこれからあの、まあ、インプットの講義が終わった後に答案練習会アウトプットの練習アウトプットをしていただくということになりますけどやっぱりどうしても痛い思いをしますけど ねえー、そこを乗り越えていただければと思いますね。で本講座はです、ね、アウトプットやりません、えー、本講座はインプットのみですねで理解と反復が大切ですからインプットをしていくコツっていうのはです、ね、まず暗記するんじゃありません理解するんです。 理解をしてですね、それを繰り返していくと。そうすることによって頭の中にですね、入ってきますんで、あの、経済学の勉強は特にですね、暗記していただきたくないですね、えー。暗記して受かる時代ではないです。あの、昭和の末期、ないしは平成の頭ぐらいはですね、暗記してたことをですね、吐き出せばですね、受かる、そういった問題だったんですけども、えー、最近の不動産鑑定試験の試験はですね、あの暗記してても受かんないですよ。 申し訳ないですけどですから、まあ、きちんと理解をしていく、理解を積み重ねていく、えー、そしてそれを繰り返していく、えー、身につけていくということですね、えー、そういった勉強をしていただかないとなかなか受からないということになってしまいますので、えー、理解をすることを心がけて、ですね経済学というのはグラフだとか数式が出てきますけど、それをきちんと表現できるように、ね、していただくということが、まあ、合格には必要ですので、まあ、ちょっとね、えー、頑張らなければいけないのかもしれませんけど、 一緒に頑張っていきましょうということとこですねで、えーとまあ、これべての、まあ、学習に言えることかと思いますけどねやっぱり理解の繰り返しこそ学習の基本ですからあ繰り返す、ね、反復練習、えー、しっかりとやっていただければと思いますね。でまあ、アウトプットに関しては絶対しなければいけないんですけども後発講座ということであります。えーでえーまあ、これはちょっと早いんですけどもアウトプットする際にはですね練習こそ本番のつもりでね そして練習こそですね、えー、本番のつもりでね受けていただければと思いますねあのー、やっぱりね練習の段階でね練習のつもりでやってる方はねやっぱりあなかなか合格しないんですよね練習のつもりでこれは本番だというねそういった想定のもとにやってる方がですね、えー、毎回毎回そういうふうな姿勢で取り組んでる方がですね合格やっぱり短期でされていくかなというふうに思いますので、えー、しっかりとですねそういう心構えですね あのも大切というふうに思っていただければと思いますね。で、使用教材ですね。ちょっと順番があのあれあの。あ 変な流れできちゃいましたけど、えっと、まず上から行きましょうね。えー、本講座ではですね、この2022合格バイブルというのを使いますんで、こちらをですね、皆さんあの必ずご用意していただければと思いますね。本講座で使用しますんで、えー、実際書き込んでいきますんでね。ちょっと私の手元にはね、まだあの出来上がってないんで、このね、あの 打ち出したものになってしまっているんですけども、皆さんのお手元には、ですね、まあ、1冊ないしは2冊、ちょっと分かりませんけれどもえ、合格バイブルというのがねありますのでえ、こちらをね使っていくとで、こちらはですね、まあ、試験日まで使用しますんでね、えいろいろね気づきをですねメモっていただければと思いますね、この合格バイブルね。毎年毎年ね、ねこの合格バイブルに、まあ、いろんな私ね、付け加えていってますんで、だから2020の合格バイブルよりも、今年の方があ優れていると。え今年 私よりも来年の方が優れてるということで、まあ、うなぎ屋のタレをイメージしていただければと思いますね、毎年毎年ね、こう、継ぎ足し継ぎ足しやってますん、ね、で、私の合格バイブルはね、毎回やっぱり講義してるとね、気づきがあるんですよ、えーまあ、この私、収録やっておりますよねで、水道橋でライブやっておりますよねで、大学でもミクロ経済学の講義持ってますんで、だから、いろんな気づきがあるんですよねで、別に講義してない時も本読んでますから、いろんな気づきがあって、あ、こういうふうに教えた方が分かりやすそうだなとかね、いろんな気づきがあって、それをね、こうあの反映させて、 えー、2022の合格バイオブルが現時点ではね、えーまあ、最もね、えー、分かりやすく書かれているかなというふうに思いますのでこちらをねガンガン使って、ね、いろいろ皆さん気づきをメモ取っていただければと思いますね。 で、合格、基礎適素っていうのもあるかと思いますけど、こちら講義では使いません、えー。講座終了後にですね、いつかのタイミングで一読ね、さらっとしていただければと思いますね。自習用という位置づけであります。えー、それから、工科系経済学ですね、えー。工科系経済学っていうのがありましてね、余力があるんだったら、その、まあ、この講座をご覧になられてる段階でもね、使用していいんですけども、ただね、ちょっとね、うん、やっぱり講座だけでも結構いっぱいいっぱいなんですよ。えー、講座の 復習だけでもいっぱいいっぱいになっちゃうかと思いますので、まあしたがってうんこの2022合格基礎講座中はですね、えー、無理してその講課けに行かなくてもいいです。えー、この講座が終わった後にですね、ある程度インプットが済んだなという段階で講課けに行ってもらうということでよろしいかと思いますね。いつかの段階では講課けに行かないといけないんですけども、あのー、なかなかね、やっぱりこの合格基礎講座、合格バイブルを勉強している段階ではですね、なかなかちょっとこ講課けまで手が回ら ないという方が多いかと思いますけどえー、こうかけばその合格基礎講座が終わってからでも十分というふうに思っていただければと思いますねでえー、こうかけばあの試験日までね使用していただければと思いますねこんな位置づけでありますよろしいですかねえー、こういうような流れでですね、えー、やらせていただきますので で合格バイブルにですね、まあ、必要な情報を、ね、皆さんも書き込んでいっていただいてですねやっぱり手を動かさないとですねなかなかですねあの知識というのは吸収されませんので、えー、ぜひとも手を動かすということをやっていただければと思いますね。ね、あのー、私がね書き込んだものがあるんですけども書き込んだものもなん板書ノートとかっていう形でお手元には多分届いていると思いますけどそれは,、ねそれはあのー、書かなくていいから 書かなくていいようにですね提供してるんじゃないんですよよ書かなくてていいように提供してるのではなくてですね書き漏らしたらそれを見て書き足してくださいという意味合いでですねあの提供させていただいておりますのでぜひ必ず書き込んでいただければと思いますね。やっぱりね特に経済学は数式とかグラフが出てきておりますので自分の手を動かさないと頭の中に入りません、えー、見てるだけだったらダメなんですよ、ね、見てるだけだったらなかなかあ力ついていけませんよ。 ですので、すすすの手を動かとというところが必要になりますねで。特に論文式試験ですからね、やっぱり手を動かすということが必要かかと思いますね。だからその、まあ、先ほどですねあの、インプットが必要だというところで言えばよかったんですけど、皆さんあの担当も合格されている方もいらっしゃればまだ担当合格されていないという方もいらっしゃるかと思いますけど、担当式試験と論文式試験の大きな違いというのはね、やっぱりインプットだけじゃ済まないということなんです。よ。 あのー、担当式試験、まあ、担当式試験はもうこう言っちゃなんですけど、まあ、あの、色塗るだけじゃないですか。申し訳ないですけど。ですから、その、インプットしてればですね、まあ、ある程度理解してれば合格できちゃうという、これが担当式試験ですよね。で、それに対して、あの、論文式試験っていうのは、まっさらな白紙のところから始まるわけですよ。自分が埋めていくわけですよ。ね、えー、白の、あの、紙にですね、埋めていくわけですよ。やっぱりね、ある程度のね、 その理解がないと書けませんからしたがってこの担当式試験とのそ,のそこが違いだということですよねだからこう書くという練習をしてないとですね書けないということになってしまうと思うので初、えー、めの段階では結構つらいですけどもあのしっかりとねあのついてきていただければと思いますね、えー、ではですね、えー、っと合格バイブルの方に行きましてですね1ページになりますね イントロダクションということでありましてですね、経済学とはというところからね、えー、見ていただければと思いますね。1ページになりますね。えー、経済学という学問ですけども、経済学って何でしょうかと、そしてそもそも経済って何でしょうかということなんですけども、えー、経済学とはね、ねこういうふうに書いてありますね。えー、経済現象の仕組み、えー、からくりを明らかにする学問であると。えー、論理的、実践的学問であるということですね。あのの経済現象の 仕組みですね、からくりですね、これを明らかにしていくということですね、経済現象の仕組みだとか、あ,あるいはからくりですね、これを明らかにしていくと、でその経済現象がですね、なんかこう、問題点があるんだったら、問題を解決するためにですね対策を考えていくと、えー、そういった学問でありますから、まあ、極めて論理的であり、かつですね、やっぱり実践的な学問ですよね、経済政策の場でも使われますし、えー、それからまあ私はまあ投資もやったりもするんですけども、やっぱり経済学 今、株式投資とかあるいは、まあ、為替レートでも何でもいいんですけどもやっぱり経済が絡みますから、えーまあ、企業の業績というのはも,もちろん大切なんですけどもやっぱりこの円高円安の動きですね、えー、物価の動きだとかそういうこの経済の知識というのもですね株式投資投資を考える際には必要なものでありましてですねだから昔の投資家はですねなかなか勝てない時代に来てるんじゃないのかなというふうに思いますね。昔はそのあの 企業の業績が株価に反映されたと思いますけども、今はもちろんそれもありますけど、ね、もちろん企業の業績も大切ですけどもやっぱり経済の動きっていうね円高に触れちゃったら一気にこうあの利益が出てたとしても株価下がりますからね、ですから、まあ、やっぱり経済の理解っていうのは、ね、とても大切かなというふうふに思いますね、実践的なそういった、ね、学問というふうに思っておりますけどね。 でえーまあ、経済ってじゃあそもそも何ですかということなんですけども、あのここではですね消費と生産の集まりというふうに考えていただければと思いますね、えー、経済というのは、人々の消費、それから人々の生産、これをですね足し合わせた、集計したものであるということですね、そういうふうに考えていただければと思いますね。 でまあ、あの経済学をですね学習していく際にはですね何が必要なのかというと、まあ、3種の人儀と,、えーね、というふうにやっておきましたけどね3種の人儀というふうにやっておきましたけど図式文章ということでありましてねあの3つ必要なんですよ、えー、ここがです、ねまあ他の学問との違いかなと、えー、民法には、まあ、グラフなんて出てこないでしょう、えー、数式なんてあんまり出てこないでしょう経済学は出まくりますんで、えー、むしろ、まあ、それを使ってということになるかと思いますんでねだから文系の方はちょっとね。 経緯依頼される方がいらっしゃいますけどだけど文系の方ももちろんね普通に受かってってますからだから当たり前のことは当たり前にやっていただければ勝てますんでね,ねだから当たり前のことは当たり前に、ね、経済学に関してはやっていただければと思いますねだからなんか暗記すればいいんでしょうとかね 暗記ししても受かかかりませんからら申し訳ないでですすけどですから暗記をするということは、まあ、最終的には必要かもしれませんけどあの理解なくて暗記しても、ね、結局、忘れてしまったりあるいは使いこなせなかったりしますんでね、えー、理屈が分かってないと暗記した内容なんてねそれあの使いませんよ本試験ではね、えー、昔と違いますんで昔はね,なんかね何々について述べようみたいな感じでね知ってることをそのまま吐き出せばですねかあの受かる試験だったんですよ。だけど今はそういうい試験じゃありませんから あの思考力が問われます。 安問われてますんでね、ね、あのー、全然もう状況が変わってますんで、えー、暗記じゃ対応できなくなってますから、だから暗記中心の勉強が好きだという方は、経済学に関しては、ですね、まあ、そこをちょっとね、えー、切り替えていただければと思いますね、まあ、会計でもね、民法でももちろんそうだと思いますよ、暗記して受かるっていうね、そういったあの科目じゃないですから、あーあのー、きちんとしたね体系が、もう民法にも経済でも、会計にももちろんあるわけですから、えー、したがって、その暗記で乗り切ろうっていうね、そういった気持ち がまあ捨てていただくということが必要かと思いますね。で、まあ経済学はですね、特にですね他の科目はね、文章言葉これでですね、えー、まあ。えー 構築されているわけなんですけども、経済学はですね、えー、それだけじゃなくて図と式を使うんですね、図というのは特にグラフのことを言いますけど、えー、グラフを使いますよと、数式を使いますよということでありまして、まあ、しっかりとですねその辺ね、あ、え、ね、ー、ちょっと違うんだなと、他の科目とちょっとそういった点で言うと違うんだなというところね意識していただければと思いますね。 でまあ、これが経済学であるとで、グラフに関してはですね、まあ、さっきもちらっと申し上げましたけど、何度も手を動かして書いていただくと、そこが必要になりますね、まあ、私もですねもう本当に何度もやりましたよ、えー、私はもう全然理系の人間じゃありませんから、もう私立文系の、ね、人間ですから、だからもうけあの数学なんて本当よく分からないとお、数学に苦しんだ人間の一人でありますけど、やっぱりね、コツコツやりましたよね。でまあ、数数式式の展開ね、まあ、きちんとこう数式を解いてって、えー、で自分で でちゃんと展開できるようにしていきましたよね。暗記せずにね展開できるようにね。で展開できなければそこをまあわかる人に聞くと。 私に聞いてくださいあの分かんないのであれば、えー、ごあの教えてチューターという、ね、制度がありますので、うん、ここからここの展開が分かりませんというふうに言って頂ければ私があの解説させていただきますんで、えーまあ、あの分かんないところは、ね、あの聞いて頂いければと思いますねだからこの数式の展開ですね暗記して覚えるんじゃなくてこうだからこういうふうに変形できるねあこうだからこういうふうに変形できるねっていうその,あの一個一個ですね、まあ、きちんと押さえて頂ければと思いますね。でそういう理解を 積み重ねねていけばです、ね、あの合格力があの、えー、合格力がねどん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 ついていきますんで、まあ、そういう勉強法をね、えー、心がけていただければと思いますねだから極力,うか、ね、極力手を動かすと極力手を動かすとで,でバカ丁寧に書かなくていいいですあのいらない紙にね数式展開すればいいですからでバカ丁寧に書かないバカ丁寧にって言っちゃあれなんですけど丁寧に書かなければいけない場面はあの答案練習会それから本番ですよ。 ねえー、あの答案練習会で、ね、本当に字が読みにくい方が多いですでそういう方は、ね、申し訳ないですけど5点は損してるかなとうう思いますよ下手すれば1教科5点損してますよで5点で、ね、5比分けますから本当に1点足りませんでした2点足りませんでしたという報告をです、ね、毎年のように、ね、私は受けるんですよ、ね、で字が読みにくい方はそれだけで5点ぐらい、ね、損してます下手すれば1科目で5点ぐらい損してますよ読みにくいから。 じゃあなんで読みにくいとダメなんですか読読読みみににくくいいとです、ね、何度も読まれるんですよ。読みにくいから一読して読めないもう一回読むまだ汚いから読めないもう一回読む、ね、何度も何度も読むからボロ出るんですよ何度もやられたらボロ出ますよ人間、ね、何度もはたたかれたらですねほこり出ますよですから読みやすい字で書いたら自分が得するんですよ、ね、読みやすい字で書いたらですねスッと読めるからボロが出にくいんですよね ですから、読みにくい字、もっと言えば汚い字で書かれている方というのは自分の首を絞めている自分の合格の時期をねあのえどんどん伸ばしているということになっているという自覚をですね持っていただければと思いますねですから、普段メモを書くときは汚い字で全然構いませんけども、自分が読めればいいんですから私も普段のメモなんて汚いですよなんかいろいろ書いてますけどあの汚いですよねえーでそれはいいんです、別に普段のメモだから。 だけで,書かないと、ね、で答案練習会っていうのは練習なんですけどそこでこそ本番のように本番のつもりで書かないと本番でボロ出ますよ。本番の時、えー、丁寧に書けばいいんでしょうというふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんけど練習が本番に出ちゃうんですよ本練習の段階で本番のつもりでやってない方はねやっぱり本番でもね素の自分っていうか練習の時の自分が出ちゃうんですよ。 だから練習こそ本番のつもりでやっていただきたいとはそういったことなんですよね。で,ですか,、ね、だから内容面で、ね、5点10点アップするというのももちろんできますけどもあの丁寧に書けばそれだけで5点ぐらいブロックできたりしますんで、ねえー、そこのところ気をつけていただければと思いますね。だから字はもう本当に丁寧に書くというところですよね。あの本当に自分が損してますから あそこのところね短期合格というのを考えているのであればもうぜひともです、ね、丁寧にあのインプットの段階ではまあいいですけどアウトプットの段階でね、えー、それを実践,し実践していただければと思いますね。 でではですね、その次、ですね、えー、経済学なんですけども、えー、ミクロとマクロという領域から出ておりまして、ですね、あのー、我が不動産鑑定士試験でもですね、ミクロとマクロ1台ずつ出ますんでね、でミクロというのはアプローチでいうと、美子的なアプローチなんですね、えー、細かいところからどん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 ん積み上げていく、1消費者、1生産者から積み上げていって、えー、マーケット全体でどういうふうな取引がなされているのかという微子的なアプローチをとりますねで。ミクロ経済学というのは価格理論と というふうにも言われたりするんですけども、価格っていうのがどのように決まるのか、価格というのはどんな役割を果たしているのか、そんなところですねあの明らかにする学問ですね。あのミクロという学問は、美意識的なアプローチをとって、価格がどのように決まるのか、価格というのはどんな役割を果たしているのか、そんなのを明らかにするということでありまして、価格理論とも言われたりするんだということであります。ででで一方ママクロです、ねえー、マクロロすねとといううのは何かなって言うと、えー教習 挙手的なアプローチですね、一国全体の集計量で考えていくということでありまして国民所得がどのように決定されるのかとで国民所得はどうすれば増やせるのかそんなのを考えていくということでマクロというのは所得というのがキ概念ですから所得理論というふうに言われたりしますねですからミクロのキー概念は価格マクロのキー概念は所得ということになりますねしっかりと押さえておいていただければと思いますですかね。 で、まあ、この講座、ですねあの1回あたり2時間半ということでありますけども、あの毎回、ですねあの、まあ、真ん中で10分間、ね、休憩を取りますけどで前半と後半に分けますけども、前半のやっぱり真ん中ぐらいでもねちょっとあの区切り入れて、後半でもちょっと区切り入れてということ一応、イオンブロックで構成されておりまして、まあ、私のちょっと講義では、ですね、まあ、時間配分、なかなかうまくいかなくて、経済学ってちょっとね、そこは難しいところでありましてね、えー、時間配分なか なかなかうまくいかないところがありますけれども4つに一応分けていきますので、まあ、そんなつもりで、ね、聞いていただければと思いますねではですね、えー、一旦ここで、ね、ブレイクの方ねを入れさせていただきます、はいえー、それはですね授業を再開させていただきまして合格バイブルのですね、えー、2ページになりますね、えー、ミクロ経済学の全体像というところになりますね、まあ、全体像体系をしっかりとですね初めの段階で掴んでおくと、まあ、便利かなということであります あのまあ、どの科目もそうですけど、やっぱり全体像をある程度つかまないと、ですねん何やってるのか分かんないということになるかと思いますので、初めの段階で,です、ね、ざっくりでいいですから、ざっくりでいいですから、こんなふうな流れになってんだな、こんなふうな形になってんだなというところをですね、えーまあ、簡単にでいいですし、えー、細かいところもちろん分かんなくてもいいですけど、押さえていただければと思いますね。ではまずいきます、ね、まずずきすねねねプレイヤー、ねえー、登場人物、ねえー、これを まず登場人物が、ね3人えー、4人いるんですよ、えー、国内で3人です、ね、そして海外も合わせて4人ということですねこの黄色で私、マーカーつけておりますけどこれがです、ねあのえー、あのプレーヤーですね。 これが登場人物なんですけど、まず、丸一番ですね、えー、消費者家計というふうに言いますけど、えー、これ、丸一っていうのはね、第1章ということですね、第1章で消費者家計について勉強しますよと、えー、消費者っていうのは消費をするものということでありまして、経済学では家計っていうふうに言ったりもします、で、えー、消費をするものなんですけど、消費する目的っていうのがありましてね、その目的っていうのは何かないうと、これなんです、公用最大化なんですね、ですかね消費者っていうのは目的があります。消費をする 目目的的がありますどんな目的か紅葉というのは満足感のことを言いますけど満足感を最大化するようにですね消費していくとそういったことでありますそこのところねまず押さえておいていただければと思いますねで一方で消費者というのは財を消費するわけですね消費するということは買ってくるということなんですけども誰が売ってくれるんですかというと生産者ですね生産者はですね 企業というふうにも言ったりしますけど生産者が財を生産し供給する販売するということですね、えー、生産者企業が財を供給していくんだろう。 ということですね。で彼らもですね、やっぱり目的がありまして、なぜ生産するのを供給するのっていうことなんですけど、利潤最大化ですね。利潤最大化という目的があるんだということであります。利、え、潤、ー、というのはですね、まあ会計では利益なんですけど、若干概念違いますんで、若干概念違いますから、利潤ではなくあの利益ではなく利潤というふうに押さえていただければと思いますね。えー、利益というふうにいいまあ書かずに利潤というふうに書いていただければと思います。でその違いに関してはね、あの特に出ませんが。 から別に深可りする必要ありません。理順で構いません。理順と押さえていただければと思いますね。で彼らはですね、あの消費者はですね消費したいから物を手に入れたい。生産者はですね金が欲しいからですね生産したものをですね売っ払いたいというころなう売っ払いたいということなんですけど、えー、取引する場所っていうのがありましてですねこの取引する場所をですね経済学では市場というふうに言うんですね市場ではありません。 市場というふうふに読んでくくだだささいいい市市場場とううふにんでで取引するんですね、えー、消費者は財を購入しますよ生産者は財を販売しますよ需要しますよ供給しますよということで取引される場所を市場というふうに言いますねで消費者っていうのはですね、あのーまあ、市場でね財を手に入れて消費をするわけなんですけど紅葉最大化が目的なわけなんですけども、えー、消費をするにはですね、えー、お金が必要ですよね。 商標、えー、するにはお金が必要だと、えー、お金を稼がなければいかないということですね、まあ、親が資産家であればですね働かなくても、ね、お金があるということで、まあ、そういった方は中にもいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、通常ですね、 えー、そういった恵まれた方というのはごくわずかでしょうから、えー、自分の労働力を売っ払ってですね金を稼ぐということですねですから消費者家計というのはですね消費するために金を稼がなければいけないということで労働者の顔を持っている労働供給をする人でもあるわけですよね、えー、財を需要する反面自分のですね労働力を供給するという顔も持っている労働者の顔も持っているわけですよ。これが消費者なんでですすよねいいですかねか えまあ財を需要する消費をするということがまあ消費者でありますけど消費をするには金が必要だから自分の労働力を供給する労働供給をする労働者の顔も持つんだということですねじゃあ稼いだ金全部つくあの使っちゃいますか稼いだ金全部使うっていう豪快な方もね中にはいらっしゃるでしょうね20万稼いだよと20万全部飲み食いに使いますよと。 そういった方もいらっしゃいますけども日本全国で見た場合、まあ、やっぱり貯めると一部は貯めるっていう方が多いじゃないですか20万円稼いだならば、まあ、18万使って残り2万ちょっと毎月貯めていこうかなっていう感じでですね、えー、貯蓄っていうね、えー、ことを、まあ、一部はしていくじゃないですか、えー、貯めるじゃないですかですから我々消費者家計というのはですね えー、稼いだ金の一部は貯め込みますよということで貯蓄というですね行動を取るんですね、えー、貯蓄というのは資金供給ですねですからあ資金を供給するですね顔も持つ貯蓄者としての顔も持つわけですねですから財を需要するんですけどその反面労働力を供給するそして資金を供給するというね需要する面もありますけど供給する面も 持っているとこれが消費者なんですよね。ですかね。で、消費者っていうのは雇用を最大化するという目的があります。でね。だから、受容する際にも労働を供給する際にも資金を供給する際にも全部目的は雇用最大化であります。で,すかで、一方でですね。こちらですね。 えー、生産者、企業になりますけど、利潤最大化ということでありますけど、財を供給するということでありますけども、物を作るということは、ですね、えー、人手が必要になるわけですよね、労働者が必要になりますんで、企業というのは、ですね一方で、労働を需要するということになりますねいいですかね。 も、あのづ、ー、くりには結構な人が必要なんですよ、えー、人がものを作っていくということでありますので、人を雇う,いう、ねえー、という、ね、側面が出てくるわけです、ね、労働を需要する、労働力を需要する人を雇う、えー、雇用者としての面がある、これがあです、ね、生産者、企業になるわけですよね、雇うと、ね、雇用するという、ね、面があるわけですね。 でそれからですね物を作るということはです、ねあのー、この投資というのを、ね、一方でしないといけないわけですよね、投資というのは、ね、ここで気をつけていただきたいんですけどあの設備投資ですあの経済学で、まあ、特にミクロでね、ね、まあ、マクロでもそうですけど、あの投資というふうに言われたら、ですね設備投資をイメージしていただければと思いますね、場合によっては設備投資プラス住宅投資をイメージしていただければと思いますけど、主にイメージはですね設備投資で構いません。ね、設備に 金を資金を投じるとこれは設備投資ですねですからまあ機械を買っちゃうだとかね えー、まあ工場を拡張するだとかこれは設備投資になりますけれども設備に資金を投じるこの設備投資をやっぱりするということがですね生産には必要であるってことですね物を作るということは人の、えー、物を作るというのは人で労働力ももちろん必要なんですけど一方で設備も必要なんですよね設備とそれから労働力この二つをですね生産要素としてですね、えー、まあインプットしていくことによって生産物がアウトプット されるととといいうことでですね労働力と設備っていう、ね、まあ生産要素というふうに言いますけど生産要素を手に入れる必要があるんだなとつまり設備を手に入れるということは設備投資をするということですねですからまあ投資というふうに書いておりますけどもあのミクロ経済学ないしはマクロでもそうですけど投資と言われたら設備投資をイメージしていただければと思いますねだから投資っていうとねうんまあ株式投資とか あそうですね、証券投資とか金融、金融投資だとか、まあ、そういうふうにね、うん、イメージされる方が多いかと思いますけど、経済学はむしろですね、まあ、そういうふうなことも、あのー、金融論とかファイナンス論では考えたりするんですけども、ミクロとかマクロの理論では投資っていうと、設備投資を指すことが多いですからあ、その辺のね、認識をですね、持っていただければと思いますねですかね。 で、えー、で、設備投資というのはですね、あ、ごめんなさい、こっちか。えー、設備投資をするということは、 基本的にはですね、設備というのは高いですから、ね、お金を調達してきてつまり資金需要をして設備投資をするということでありますから投資をするということはですね、もちろん自己資金で投資をするような恵まれた裕福な企業もあるかもしれませんけどもちょっとだいたい金足りないわけですよ高いですから設備というのはですから金融市場でお金を借りてくるあるいは株式を発行してですね、お金を調達してくるということで、まあ、資金需要というね えーまあ、あ資金を需要するという、ねえー、ことをですね、まあ、企業はするわけなんですよね。ですから生産,を生産者というのは財を供給する反面労働力を需要する資金を需要するというね、えー、供給というです、ねえー、ことをするんですけど一方でですね、えー、この労働力と設備に関してはあ需要する労働力と資金に関しては需要するというね、えー、そういったね 立場にあるそういった経済主体これが生産者でありますよろしいですかねでですね、まあ、市場でですね取引がなされますよということでありますけどもこの市場がですねこの市場がですね市場にはね2タイプあるんですよ市場にはね完全競争という市場とですねそれから不完全競争という市場の2タイプありましてね、えー、完全競争というタイプであればですね、まあ、競争が激しいんですね 完全競争というのはもうライバルがいっぱいいて競争が激しいとで競争が激しいから何が起こるのかなというと、えーまあ、競争が激しいその競争の結果ですね競争の結果はこういうふうになるんですよ最適資源配分が実現するんですね競争の結果最適資源配分が実現すると、えー、市場で価格が決まります取引量も決まります、えー、ミクロで大切な概念価格が市場で決まると。 で最適な資源配分が市場が完全競争という状況にあればです、ね、実現すると最適資源配分という状況がです、ね、実現するんですね。 ですかね、そこのところ、まあ、これからの講義で明らかにしていくんですけども、今、結論といたしまして、ですね押さえておいていただければと思いますね。だから、例えばね、まあ、極端な例で言うと、不完全競争の状況なんですね、不完全競争というのは、競争が制限されている、不完全だと、不完全競争というのは、完全競争の対立する概念でありまして、競争が不完全と、で最も競争が不完全な状況というのは、独占ですね、独占というのは生産者が1社しかいないと。 生産者が一社しかいない状況っていうのはですねどういった状況かっていうと一社しかいませんからねそいつがすごい嫌なやつだったとしてもねあのそいつから買わないといけないんですよそいつから買わないといけないということで,でもうそいつが非常に嫌なやつだったらね価格を吊り上げちゃうことだってする,することがゆあのできちゃうじゃないですかだから独占の状況の時っていうのは売る側の力が圧倒的に強いのでいくら嫌なやつだったとしてもその人から買わなければいけないわけですから圧倒的に売り手のパワーが 強いんですよよ力を持ってるんですよですすから価格を非常に釣り上げることができてですね、えー、だからあんまり物が手に入れることができないと高いからということで、まあ、したがってですね資源配分の点でいうとですね欲しいのに高いから買えないっていうねそういった人が現れてですね資源配分が、えー 最適ななな状況にならないんですね、えー、つまり不完全競争というね、まあ、あ最もですね典型的な例が独占なんですけどそういった状況ではですね最適試験配分が実現しないんだとでそれに対して完全競争というね状況であれば市場が完全競争という状況であればみんな競い合ってるんですよ競い合ってるから価格を釣り上げるっていうことができないわけですね価格を釣り上げちゃったら競争に負けちゃうんですねえ高いからお前からは買わないというふうになるわけですよですから潰れちゃうんですよですから価格を釣り上げることが完全競争ではない できないと独占だったらできちゃうんですよ、ね、医者しかいませんから、医者しかいませんから、釣り上げることができちゃうんですよね、ですからそこが違うというところですね、抑えておいていただければと思います。で、最適資源配分がだから競争が激しいから実現するんということですね、で最適っていう言葉とここでは効率的って同じだということであります、効率的、最適っていうのは無駄がないよっていうことですね、無駄がないよって、どういうふうに思っていただければと思います。ね でうん、じゃあ、あのーえー、市場がですね、完全競争という状況であればですね、最適資源配分が実現するんですけども、えー、この市場がですね、失敗してしまうこともあるんですよ。つまり市場がですね、最適資源配分を実現することに失敗してしまうことがあるんですね。で失敗してしまうっていうその場合ですね、どういった場合に失敗するのっていうと、さっき申し上げました不完全競争ですね。 例えば独占ということになりますけど1社しかいないんだったら、ね、価格吊り上げちゃって欲しい人のところに物がですね高いから購入できなくていかないということでですね資源配分が歪むんですよね、えー。従いまして不完全競争という状況にあればですね 資源配分が非効率になってしまうとうことでありますで他にもいろいろありましてね、まあ、本日はちょっと深くは触れられませんけど公共財とか外部制とか費用低減産業、まあ、ここまでがですね合格基礎講座で扱いますで非対称情報不確実性は総ざらいという講座で扱います、まあ、いずれにいたしましてもですね、まあ、市場の失敗というのは最適資源配分を実現することに市場が失敗してしまうことを言いますけどもその原因ないしは状況をですね、まあ、こういった言葉で表現される ということで押さえておいていただければと思いますね じゃあえ、最適資源配分を実現することに市場が失敗してしまう。これを市場の失敗と言いますけど、市場が失敗したまんまに放置しといていいのかと言うと、やっぱりダメだっていうことですね。市場に政府が介入してですね、いい状況にしましょうということで、政府が市場に介入することになります。市場の失敗が生じているのであればね。じゃあ政府は何が目的で、えー、介入するんですかってうと、えー、市場が非効率になっちゃってるわけですから、目的 根拠はですすすねね効率的資源配分を実現するためとということになります、ね、市場の失敗が発生しているということは最適資源配分、市場が、えー、非効率になっちゃってるということなんで市場を効率的にするためにですね政府が介入するこれが根拠の1つになりますねであともう1つありまして、ね、公平的所得分配ですねあのー、所得分配がですねあのー、公平じゃない場合もあるんですよ。 だから資本主義、市場経済っていうのはどうしてもね、競争ですから、資本主義、市場経済っていうのはどうしても競争が入るんで、勝ち組、負け組っていうのが出てくるんですよ。ね、勝ち組、負け組っていうのが出てきて、所得の分配の不平等っていうのはあるわけですよね。だからビートたけしさんなんかは一遍テレビで言われてましたけど、年収が200億あった時もあったっていうふうに言うんですよね。80年代の漫才ブームの時なんかは、俺は200億円も年収があったよと。だけど、180億円税金払ったよっていうふうに言ってましたよね。だから 9いいだから昔は、ね、所得税がねあの、所得税は国税ですけど、えっと、75%ぐらいだったんですよ、ねで、それで地方税も入りますから、まあ、大体90%ぐらい税金を払ってるということで、200億円稼いで、180億0億円、たけしさんが税金払ってたということで、もう大企業並みですよね。 180億円税金を払うというのはもう大企業以上かもしれませんよね、しかも80年代ですからね、でそれをやられたということですから、たけしさんにはもうみんなあの足向けて眠れないというような感じですよね、もう税金をそれだけ納めてくれてるということですから、でまあでまあ、そういう、ね、所得をいっぱい稼いでいるという金持ちがたけしさんのような方がいると、で一方で、うん、お金稼げていないという方がいるじゃないですか。でそうういった格差がです、ね、どうしても ですね、競争ですから資本主義市場経済っていうのは、えー、出てしまうということで,でその格差っていうのはねやっぱりね広がりすぎるとねやっぱり社会ってよくないんですよねでどうよくないのかっていうと社会が荒れちゃうんですよね。えー、金,金持ち羨ましいってことでね自暴自棄になっちゃう人が現れてでなんか暴力振るったりだとかテロを起こしたりだとかしますんで、まあ、したがってやっぱり格差社会っていうのはですね あ危険になっちゃう可能性をはらんでしまうということで、まあ、したがって、やっぱりある程度の平等っていうね公平っていうのが必要でありましてたけしさん、すみませんですけども税金180億円、えー、税金として180億円持っていきますということで取られちゃうということであります、まあね、今はねあのそんなに税金高くなりありません、えー、だから昔は国税だけで75%、えー、最高適用税率今は45%ですから。ですかかららやっぱりね金持ちから取ればいいじゃん っていう議論があるんですけどもでもそれをやっちゃうと金持ちやる気なくなっちゃうじゃないですか、ね、金持ちやる気なくなっちゃいますよ 9, 9割も税金払うんだったらじゃあもっと働く時間減らそうかなっていうふうになるじゃないですかですからあの取ればいいっていうもんじゃないんですよねですから税率が下がったっていうことがありますよねでまだ80年代だったらね80年代だったらその国籍を変えるっていう方はあんまりいなかったかもしれませんだだけど今だったらそんなに日本 税金高いんだったら税率高いんだったらじゃあ俺シンガポール人になっちゃうかなとか。 アメリカ人になっちゃうかなとか国籍を変える人って出てくるはずなんですよ。ですからあのあんまり税金をですね高くしちゃいますとですねそういう日本人じゃなくなっちゃう国籍を変えちゃうっていうねこれ頭脳流出につながっちゃうわけなんですよね。ですからまあ税金を高くすればいいっていう議論がなかなか当てはまらないということでありましてだからまあちょっと所得税はもうこれ以上ちょっと上げることは厳しいかなというふうに思いますね。今四十五パーセントが最高適用税率ですけどね。 だからこれよりも下げるっていうと国も回らなくなっちゃうんですよ。 今、いい予算が100兆超えてますんであの少子高齢化ですからね高齢者の方々にお金がかかってしまいますからどうしてもですから大体いい100兆以上はまあ毎年お金を使うということですねだから税金集めないといけないわけですよだから所得税減らすってことはもうちょっと無理ですよね、えー、ですからまあ所得税を減税するというのはなかなか無理なんですけどだけどこれ以上上げるっつったらもう本当に、えー、じゃあ俺、シンガポール地になっちゃうよと税金安いからというふうになっちゃうじゃないですか。なので あのそのだからもうこれじゃちょっと税金上げられないかなということでだから非常にむあの厳しいね、えー、難しい状況に今あるわけなんですけどね,です,ねですからそのまあ、うん、税金を取ってですね、えー、その所得分配の公平性っていうのもある程度はそのだから、うん、放置したらね本当に竹士さんみたいな方と稼げてない方でこんな差が出てたんですだけどまあある程度収めるとだけど。 か全くねビートたけしさんの月収、えー、を20万までこうね20万にするようにその税金取っちゃったらそれはビートたけしさんかわいそうじゃないですかということですよねですからそのやっぱりこうあのなんですかねあ,のあ,のあ,のある程度はねその取りますけどもだけど取りすぎないようにするってことも一方で大切で取りすぎちゃうとやる気なくなっちゃいますし。 国籍変えちゃいますからということであります。ですかね。だから、あの政府はですね、2つの目的、根拠を持ってですね、市場に介入するということですね。効率的な資源配分が市場の失敗によって実現しないものですから、介入してですね、実現していくぞと。それから所得の分配で公平性を実現するぞという、ね、ことですね。で、あとね、ここですね、言葉遣いね、資源配分です。 所得分配です。配分と分配っていうのは、これはちゃんと使い分けてくださいね。あの、資源配分です。これ英語でね、アロケーションって言うんですよ。リソースアロケーション。アロケーションって配分というふうに訳すって決められてますんで。で、所得分配、分配というのはディストリビューションって言うんで、それは分配というふうにもう訳語が決められてますんで、ここは間違えちゃいけないです。だからこういったところね、あの気をつけていただければと思いますね。あの、 手にお葉を間違えるとかちょっと漢字を、ね、間違えてしまうというのはまあ12回だったら見逃されますよ、あの論文、試験でも、ねえー、だけど、専門用語の間違いはこれはもう原点です、明らかにね、えー、試験員が本当に丁寧に書いた答案でさらっと読んじゃってそのミミス見逃しちゃったらね、それは減点されませんけど、えー、通常、減点になりますから、あその専門用語の間違いねだから、この資源配分、ね、所得分配、これは専門用語ですから。 これは間違えちゃいけないということですね。で、さらにですね、こちらですね、海外というのが出てくるんですけども、ここまでがね、あの国内の話ですね、ここまでが国内の話なんですけども、海外というのが出てきましてですね、海外の方々と市場で取引するわけですね、海外の生産者と消費者が取引をする、ね、中国の安いものが入ってくると。ね アップル社の製品が、えー、台湾の本配で,で作られて、えー、日本に入ってくるということであの海外の生産者と国内の消費者の取引、えー、逆にです、ね、日本の生産者トヨタ自動車と、ねえーまあ、中国の,その消費者との取引ということでうんその海外の人たちと取引をしたりするということでありまして、ねまあ、こういう、ね、海外というのもあるんだということですね。 今海外の取引も大切ですからね、あのー、9割以上がね、例えば、うん、そうですね、えー、ヤマハ発動機とか、マブチモーターとか、あの辺はもう9割以上が海外なんですよね、売上高の比率が9割以上ですね、私は昔、いすゞ自動車っていうところにいたんですけど、いすゞはね、やっぱり6割5分ぐらい海外で売ってますよ。 まあ、あですから海外で売っている企業海外の比率がもう5割超えている企業というのは今いっぱいあるんですよね、えー、逆にそこを高めておかないと危険であるとなぜならば少子高齢化だからということですね今はもうまだ1億2000万人以上は日本にいますけどどんどん減ってますからねでどんどん1億人いれば、ね、そこそこのマーケットですよですから国内だけでもまあいいかなというふうふに思いますけど減ってますから。 ね、減ってますからやっぱり海外にシフトしていかないとやっぱり企業もどん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 ん力を失っていきますのでやっぱり海外ということで、まあ、5割以上の、ね、企業はいっぱいあるということですね海外の売上高比率が、ねまあ、だから海外との取引というのは非常に、ね、今、大切になっているということであります。 でではですね今度、その次なんですけども、えー、数学の話になっちゃいますね、えー、傾きについてということでありましてですね傾きっていうのがあるんですけども、あのー、傾きっていうのはまあ非常にですね経済学で大切になりますので,でなんで大切かっていうとあの先ほどねうんあの、えー、消費者の目的っていうのは雇用最大化であると生産者の目的っていうのは利順最大化であるということをお話しさせていただきましたけどその雇用最大化を実現している条件 あるいは、利順最大化を実現している条件ですねこれをですね明らかにする際にですね傾きという概念を使うんですよ。よ 数学の傾きという概念を使うんですね。ですから、傾きという概念は極めて大切ということになりますので、えー、まず傾きという概念をですね、明らかにしていきます。で、直線の場合と曲線の場合に分けていきますね。直線の場合は、まあ中学校か小学校の時にやってるかと思いますけど、例えば直線の場合 y、y コール ax プラス b ですね。縦軸に y を取りますね。横軸に x を取りますね。y コール ax プラス b というね、 小学校か中学校か分かりませんけどなんかどっかで勉強したということであるかと思いますけどで縦軸が y の場合はですね数式をですね必ず y イコールの形にするとするようにしてください、ね、縦軸が y であれば y イコールの形にすると標準的な形が縦軸イコールの形ですでなんで縦軸イコールの形にするといいんですかっていうとこうなんですよ えー、y イコールの形にすれば、縦軸が y で、y イコールの形にすれば、横軸の x にくっついてるやつが、これが傾きなんですね。そして残り部分が切片ですね。ですから、ここが切片、ね。切片っていうのは、縦軸とこの一本の線がぶつかるところですね。切片。それで傾きが a ですね。えー、だから傾きと切片が明らかになるんです。 縦軸イコール y イコールの形にすると傾きと切片が明らかになるということですね非常に便利ですで傾きが今回 a ですから傾きが a っていうのはこれどういうことかというと、えー、x が1増えると x が1増えると y が a だけ増えますこれが傾きが a の意味ね x が1増えるとあの傾きが a っていうのは x が1増えると、えー、上に a ね y が a だけ増えますよとこれが傾きが a の意味ですねで a が1の場合はこういうことです x が1増えると y も1増えますよという話ですねで直線の場合ね直線の場合この直線のですねどの点でと考えてもですね傾きは一定ですで直線の場合 a 点でも b 点でも c 点でもでも直線上のどの点でもですね傾きは一致しますんで傾きは一定になりますんでそこのところを押さえといていただければと思いますね。 で曲線の場合はこれ違うんですよ、ね、曲線こうありますよね。A 点、B 点、C 点、ね、それぞれ、ね、傾きが違ってきますよね。ですから曲線の場合傾きがどの点で考えるかで違ってくる一方で直線の場合はどの点で考えたとしても傾きは同じということでですねで傾きというのはですね実はこういうふうに表現できるんですねえ傾きというのは x の増加量分の y の増加量で考えることができますよと x の増加量というのはこのように数学では表現します この三角形って何かこの三角形というのはデルタと読みましてですね、デルタっていうのは増加分とか増加量とか変化分とかね、変化量っていうふうに、えー、捉える概念なんですね。これデルタというふうに言います。だからデルタ X っていうのは X の増加量、ないしは X の変化分というふうに押さえていただければと思いますね。デルタ Y っていうのは Y の増加量、ないしは Y の変化分というふうに押さえてください。で、デルタ X 分のデルタ Y っていうのは何かなっと、X が1個増えたとき、Y がどれだけ増えるのか、つまり傾きを表しているということですね。 押さえておいていただければと思いますね。いいですか。だから今回、デルタ X 分のデルタ Y は A であるということですね。デルタ X 分のデルタ Y は A であったということですね。 でえー、これが接線の傾きで数学ではデルタ X 分のデルタ Y というふうに、えー、こう記号を表記するわけなんですけど日本語で、えー、文で表現しますこうですね X が1単位増加した時にどれくらい Y が変化するかを表すと、ね、X が1増えたら Y がどんだけ変化するかをこのデルタ X 分のデルタ Y が表しているということでありまして、えー、このデルタ X 分のデルタ Y をです、ね、接線の傾きと言うんだということであります。 では今度その次ですね二番なんですけど曲線の場合ですね曲線の場合はどうかっていうと傾きは一点になりません、ね、A 点 B 点 C 点、ね、A 点の接線の傾き、ね、B 点の接線を引いてあげて、ね、傾き作ってください C 点を接線引いて傾き作ってください A 点と B 点と C 点で傾きの大きさ違うじゃないですか、ね、だから曲線の場合っていうのは、ね、どの点で傾きを捉えるのかどの点で接線の傾きを捉えるのか 点によって傾ききの大きさ接線の傾きの大きさ違ってきますのでそこのところをまず押さえておいていただければと思いますね。ね であの記号は同じです例えば B 点における接線引いた時の出来上がった傾きっていうのは表記の仕方はデルタ X 分のデルタ y X が1個増えた時にどれくらい Y が増えるのかを表してまして表記はデルタ X 分のデルタ y ですね X が一単位増加した時、X、が1個増えた時にどれくらい Y が変化するのかを表しております、ね、接線の傾きっていうのはこのように表現すると、ね、これはもう同じですから。 直線線であれ曲線であれただ違いは何かっていうとどの点で接線を取るかによって接線の傾きは大きさが違ってくるということですね。曲線の場合はね。直線の場合は同じです。ね、そこのところね。あの共通するところとそれから相違するところね共通点と相違点ですね。比べてね比べて直線と曲線を比べてね直線と曲線を比べて共通点共通点は何かデルダク X 分のデルダェ A ですよ。相違点は何か、ね、相違点は違っちゃうんですよ。 共通点は、そのデルタ X 分のデルタ Y で表現できる、相違点は直線の場合はどの点で接線の傾きと取っても共通、同じなんだけど、えー、曲線の場合はどの点でですね接線の傾きを取るかでですね大きさが違ってくるということですね、そこは違うと、だから共通点と相違点としっかり押さえていた,いただければと思いますね。 でちょっとここまでの復習なんですけども接線の傾きの法則ということでありまして、まあ、横軸に x を取って縦軸に y を取ってますね横軸に x を取って縦軸に y を取ってますけど接線の傾きっていうのはこういうふうになります x。x っていうのは横軸の変数ね。 y っていうのは縦軸の変数。変数っていうのは何か変化する数です。変化する数。x っていうのはゼロからどん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 変化していくんです。y っていうのはどん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 変化していくんです。変化する数のことを変数と言いますね。で、接線の傾きっていうのは x 横軸の変数が1個プラスのとき、プラス1のときね、えー、縦軸の変数である y がどれくらい変化するのかね、横軸の変数である x が1個増えたときに縦軸の変数がどれだけ変化するのかを接線の傾きを表していると。 で表記するとしたらデルタ X 分のデルタ y なんだとういうことであります。 でここちょっと難しいんですけども、えー、すぐには出てきませんがちょっと覚えておいていただくといいかと思いますね接線の傾きをですね実際計算問題で求めなさいと言われる場面があるんですよでその時に何をすればいいのかっていうと微分することによって接線の傾きを求めることができます微分することによって接線の傾きデルタ X 分のデルタ Y の具体的な数字を明らかにすることができます 微分するということが経済学では実は必要でありましてあの本試験でも出てきます微分の計算というのはねあんまり難しい問題出てきませんけど本試験でも微分の計算というのはこれも必須になりますあのこれは知らないと、えー、合格点は取れないということでありますからあのこの講座でもやりますけどもあのど,こどこぐらいですかね 1> えと第1章第2章第4第3章の後半ぐらいで、えー、一回ちょっと微分についてね勉強いたしますけども。 あの理系の方はねそこのところはもうスキップされて結構ですから文系の方だけはちょっと聞いて頂いければいいかなと思いますけどもあの微分計算というのは必要になりますんでそこのところはちょっとね今の段階から認識して頂ければなと思いますねだから高校以上の数学でいうとね主にやっぱり微分ですねそれあの微分以外はね、まあ、ほとんどが中学校までの算数,数学算数ですよ、えー、小学校の算数三角形の面積であるだとか えー、分数の足し算引き算掛け算割り算とかね、えー、そ,それは小学校ですよねで中学校でいうと今のこの関数ですよ直線 y=ax+b イコール A X プラス、b、A が傾きで切片が b であるとかね、えー、この辺というのは多分中学校だと思いますよですからほとんどがまあ小学校中学校の算数数学 で高校以上になるとまあ微分ですかね微分ぐらいですよ、まあ、あのいくつかちょっとあったりするんですけどそれはもう全部解説しますですから、あのーまあうんまあ、三角形の面積とかそういうのはねちょっと各自あの一応計算過程ではこういうふうにやりますよっていうのは申し上げますけどそこのところちょっと分かんないというのはちょ申し上げないですけど三角形の面積とかそういったところは各自ちょっと見ていただくということになりますけども、あのー、高校以上の算数高校以上の数学に関してはですね あのこの合格基礎講座ないしは私の,その合格までの講座でどっかで必ずやりますんで、えーまあ、そこを聞いて頂いければ大丈夫ということですね。でそれ以外のところが出ちゃったんだったら例えば積分とかね、えー、そういうのが出ちゃったんだったらどうせみんなできませんから、あのー、できる方もちろんできますけど、あのーそ,あのー、それが合否に関係するってことはありませんのでもうそこのところは割り切って頂ければと思いますね。350時間しか我々はは使えませんのののででもう、あのー、高校以上の数学でやるのはまあ微分 とそれプラスちょっとしたところということになろうかと思いますねですかねはい、えー、それはですね時間の方が来ておりますので、えー、ここでですね一旦休憩の方をね取らせていただきますはい、えー、それはですね授業を再開いたします、えー、と画面切り替えていきますけども、えー、消費者1というね、えー、ところになります <laughs> えまずですね、あのー、こちらでは、ですね、公、えー、用関数というですね、えー、まあ一つの道具をですね、確認していきますけれども、まあ、その際のですね、状況をです、ね、見ていきます、えー、単純化というふうに書いておりますけれども、経済学という学問は、ですね、あのー、経済というのはそもそもですね、非常に複雑なんですよね、えー、消費者もいっぱいいれば、生産者もいっぱいいて、ですね、それで取引をしてとで、財の数もいっぱいあるということでありましてね。 ですから、非常に経済というのは複雑でありますけど複雑な状況をですね複雑に分析しても結果わからんということになってしまうので単純化してですね考えていくということが大切でありまして単純化して考えていってそしてどんどん複雑にしていくわけなんですねそういうアプローチを取りますのでそのアプローチに慣れていただければと思いますねまずですねあの消費者の数というのはいっぱいいるわけなんですけど1消費者をですね丹念に追っていきます。 で、どんどん増やしていくと。で、一方で、あの、財ですね。まあ、商品のことを経済学では財というふうに言ったりしますが。ないしは財サービスっていうふうに言うんですけど、えー、まあ、財というふうに言うんですが、まあ、一財モデルでまず考えていきますね、えー。世の中にはいっぱい財があるわけなんですよ。だけども、財は一つしかありませんよという一財モデルで考えていきます。で、どんどん増やしていくということですね。ですから、もう、いっぱいあるという状況も数学の力を借りればできるんですけど、 あの二材モデルで、まあ、最終終的にはあの終わります。あの3歳も4歳も10材も20歳も財、えー、の数を増やしてってもいいんですけどそうすると数式が難しくなるんですよ数式が難しくなるからあちょっとやっぱり、えー、不動産鑑定試験のレベルではね専門家じゃありませんからあちょっと難しいということで2歳モデルで止めちゃいますけどもあの理論上は財の数をいくら増やしてもあの数式にで表現すればいいだけですからできちゃうということで、まあ、そういうものなんだなというふうに抑え といていただければと思いますね。ね ですか,ね、だから二材モデルで止めちゃいますけども、あのー、数式を使えばですね材の数はいくらでも増やせるとでまず一材モデルから考えていきますけども、えー、消費者がいますね私森田隆二がいるわけなんですけども居酒屋に行くとで金払ってビールを飲むとで紅葉を最大化するんだという目的であると、まあ、今ちょっとねコロナ禍ということで、えーまあ、私も飲みに行けませんけど、まあ、残念ながらですねもう本当にね今収録してるのが2月の12日なんです ですけども今年入って1回も飲んんでませんからね,私ねだからもう本当にこんだけ酒飲まない期間が長かったのっていうのはもう久しぶりだな、ね、久しぶりっていうかもう本当なかったぐらいかもしれないですねもう1か月以上はもう飲んでないということでえ正月もちょっと飲まなかったんですけども、まあ、ごめんなさいなんかちょっと雑談してしまいましたけども、まあ、酒の話になってしまったのでねで、まあ、あのちょっとコロナ禍でいけないということなんで、まあ、だから居酒屋さんちょっと大変なんですけどねでえー、っとまあ紅葉最大化ということで、まあ、ビールを 飲んでででを最大化すするのが目的ですよとで一方で居酒屋、これ生産者ですね、えー、生産者は利潤を最大化するのが目的でですね森田祐二にビールを売っ払っているということですねで一材モデルっていうのはです、ね、なんとなんとメニュー表を見ていただければと思いますけどビールしか書いてないと、これが一材モデルですね、もうちょっとつまみ欲しいなっていう感じですよね、ビールひたすらねあの注文すると出てくるということで、まあ、ちょっとねつまみがないとつらいという、まあ、そんな感じの状況を考えているということなんですけども。まああの 単純化してるからということで抑、えー、えていただければと思いますねではちょっと表をご用意いたしましたけどね次のページですけども、えー、まあ消費量ですねビールの消費量これ X としましょうビールの消費量 X そして紅葉満足感を U ね ビールの消費から得られる紅葉満足感を U、ユーティリティなんですね。ですから U ということなんですけども、U といたしますね。で、便宜的にですね、この紅葉をですね数値化できるというふうに考えていただければと思いますね。で、ビールの消費量がゼロのときっていうのは、一滴も飲んでませんから、ビールから得られる満足感もゼロなんですよ。一滴も飲んでませんからね。ビールの消費量が1のときは、ビールの消費から得られるですね満足感が30なんですね。 でビールの消費量が2の時はですねトータルの満足感は50なんですねビールの消費量が3の時はトータルの総効用は60なんですね。 でビールの消費量が例えば5だったら70なんですね。ですかねこういう状況ですね。でこう、えー、それを踏まえて紅葉関数なんですけども、えー、紅葉関数っていうのは何かなってと、ここを後でね、ちょっと自分、ご自身でメモっていただければと思いますけど、えー、どっかに答えがついてますんで、あのその答えちょっとあの探していただいて、そこで、えー、ちょっと後で、ね、書いていただければと思いますけど、あのー、これね、ビールの消費量と紅葉っていうのは対応関係があるわけですね。ビールの消費量が決まれば、 あ高用の水準が決まるわけですよでビールの消費量が決まれば高用の水準がただ一つの値に求まるという関係にあるわけですねえ、こういった関係にあればいいねビールの消費量が決まれば高用の値が決まるというこういった関係にある場合 U は X の関数であるというんですよ、ね、ビールの消費量が決まれば高用の値が決まるこういった場合高用はビールの 関数であるっていうふううふに言うんですね U は X の関数でであるというふううふに言うんですねで数学ではですねこういうふうに表現されます。u=f イコール f かっこ X と、ね。u というのは x の量に依存するんだと、ね。x の量が決まれば u の値が決まるんだと。ね、こういったあの、えー、u は x の関数であるという場合数学ではですね数式ではこのように表現できるんですね。で f っていうのはね関数っていうのはファンクションっていうふうに言うんでね その頭文字を取って F というふうに言ったりするんですけどもで関数というのはそもそも対応関係ですからで関数というのはそのビールの消費量と紅葉の対応関係を指しましてで紅葉はビールの消費量の関数であのビールの消費量が決まれば紅葉の値が決まるといった場合紅葉はビー,ルの消費ビールの消費量の関数であるというふうに言って表記の仕方はこのようになると。例なんですけども えー、例えばですね、ビールの消費量が1杯であったら、あるとき、紅葉が30だったら、こういうふうになりますね。えー、u はイコール、f、x のところが1ですよそのとき、紅葉が30ですよということで、まあ、こんなふうに表現されたりします。えー、では、その次ですね、えー、このおですね、えー、状況をですね、この状況、この表をですね、今度、グラフに落とし込んでみましょう。ね じゃあグラフをねちょっと見ていただければと思いますけど横軸にビールの消費量ですね縦軸に紅葉ですねこれ取っていただければと思います。ねでビールの消費量が0のとき紅葉も0ですよということでここに点が打たれます。ねビールの消費量が0だったらね高さも0、紅葉も0ということでここに点が打たれます。一方でビールの消費量が1のとき紅葉が30ですよということですからビールの消費量が例えば X1 が1だったら1のとき紅葉がですね30ですよと。 でちょっと飛ばしましょうかビールの消費量が3の時、えー、紅葉が60ですよということで例えば X2 が3だとしたらビールの消費量が3の時紅葉が60ですよということでここに点が打たれるわけですねで。同じようにビールの消費量が5の時紅葉が70ということで5だったら70の紅葉が得られるということで、まあ、こういうね、えー、点が打たれるわけなんですけどグラフっていうのはこの点をですね全部つないで得られた線のことを言うんですね。 グラフというのはこの点をですねすべて結ぶんですで。結んで得られた線のことをグラフというふうに言いますね。グラフとか直線っていうふうに、まあ、グラフとか、あの、えー、あるいは曲線、直線っていうふうに言ったりしますけども、あの、要は点の集まりなんです、ね。えー、一本の線っていうのは点の集まりなんですね。ですから点を全部つないであげれば、一本の線が出来上がるということであります。えー、そのところを押さえておいていただければと思いますね。 では、ですねこの,これあのビールの消費量と紅葉の関係を表しているということで、まあ、これ紅葉関数、ないしは紅葉関数を線にしたものということで紅葉曲線というふうに言ったりしますけどこんな形に描かれるということなんですけどもこれ理屈ありますんでね、まあ、それもちょっとねこれから説明させていただきますね。ね で、えっと、まずですねここからいきましょうか、あこれね、必ずね、高用関数というのは右上がりになるということなんですけど、えー、まず大前提ですね、消費の不法和の過程、非法和の過程ですね、消費の不法和の過程、非法和の過程、これ大前提なんですけども、法和っていうのは、下に書いておきましたけど、いっぱいいっぱいになること、飽きちゃうってことですね。あごめんなさいいっていうのは えー、まあそうですね消費の不法和の過程というのはもういっぱいいっぱいになっちゃうともう飲めないという状況になっちゃうということですねだから不法和の過程というのはあのいっぱいいっぱいにならないとだから胃袋ちょっと考えていただければと思いますねいっぱい食べたらですねもう胃袋いっぱいになっちゃいますよねだけど胃袋がいっぱいいっぱいにならないとそういった状況をです、ね、不法和というふうに言うんですね。法和といいいうううのはもうお腹っっぱいになっちゃうと 不法話っていうのはお腹いっぱいにならないと。いくら飲んでもお腹いっぱいにならないと。ね、ビールだったらいくらでも飲めるぞと。これが不法話です、ね。昔ね、アンドレザ・ザイアントというプロレスラーがいたんですよ。もう残念ながら亡くなってしまったんですけども、2メートル23の世界の大巨人っていうふうに言われててですね、キコリやっててですね、それで,なんかでかいキコリがいるぞっていうことで、まあ、スカウトされてプロレスラーになっちゃったんですけど、2メートル23ですよ。で、本当にね、もう底なしでね、 えだから不法はですよ、えー、もう底なしなしんです胃袋がだからもう飛行機にいっぺん乗った時なんかね飛行機の中の,あの酒全部飲んじゃったということでもう飛行機に相当な酒をまあ積み込んでるわけなんですけど一人で全部飲んじゃってお代わり持ってこいみたいなすみませんもうありませんみたいなあ状況だったらしいんですけども、えー、だからあの不法はっていうのはもうアンドレザジャイアントの胃袋だと考えて頂ければと思いますねもう底なしなんです全然もういっぱいいっぱいにならないです。 そういった状況をですね経済学は考えているということですね。だから通常ねまあ私ももう酒なんてもう最近あんまり飲んでませんからあんまり飲めませんよ、ね、だからすぐい,いっぱいいっぱいになっちゃうじゃないですかいっぱいいっぱいになる状況を考えないといっぱいいっぱいにはならないという状況を考えているわけですね。 で経済学はそんな非常識なねそういった過程を置くんですかというふうに言われるかもしれませんけどあのやっぱり過程を置かないとですね分析しづらくなっちゃいますんで、まあ、したがってこういう過程をですねえ置いているということですね分析しやすいようにねだからそこの過程が嫌だったらですねそこの過程外してですね考えればいいということでありましてもうこれ入門の段階ですから入門の段階ですからそういう過程を置いてやってるというふうに割り切っていただければと思いますねですからフーフォアの過程アンドレスアジアのとおり胃袋ですいくらでも酒があはい胃袋の中に 入れるといっぱいいっぱいにならないとそういった過程を置いてるんですねでそういった過程を置けばですね何が起こるのかなってと,いうと消費すればするほどですね雇用もですねどん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 高まっていくということで消費量が増えていくとですね雇用の、えー、まあ総雇用もどんどん大きくなっていくですね。 だからビールの消費量がどんどん増えていけばですね紅葉の蓄積もですねどん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 ん大きくなっていくということで、まあ、右上がりにですね紅葉曲線というのは描かれるということになりますね。いいですか,、ね、だからこれ気持ち悪くなるんだったら,、ね、だから飽和するんだったらいっぱいいっぱいになって気持ち悪くなるのであれば紅葉、下がりますよ。 え2杯目ぐらいが一番ばん紅葉高いかもしれませんね、3杯、4杯、5杯になったらどんどん,どんどん気持ち悪くなって紅葉がさもう不愉快になってくるかもしれませんね、ですからそういった状況を考えると,とちょっと複雑になっちゃうんで、不法和の過程を考えているということですね。ですかでは、えっと、今度その次でありまして あのね、限界用という言葉という言葉が出てくるんですけどもあのマージナルユーティリティということで限界紅葉、ね、MU というふうに言ったりするんですけど限界効用というのは何かなっていっ後でここ写しておいて頂いければと思いますけど限界効用っていうのはビール一杯おかわりしたら効用がです、ね、どれぐらいどれぐらい効用がですね、えー、変化するのかどれぐらい効用が増えるのかを表しております。ね、ビール一杯おかわりしたららがどれぐらい どれぐらい上昇するのかアップするのかということを表している概念これが限界効用ですねで,ですかねで限界っていうのはね一つ増やすという意味です一つ増やしたらもう一方の概念がもう一方の、えー、そういった変数変化する値がどれだけあの変化するのか上昇するのかを表しているんですね限界というのはね,でですかね、えー、限界という概念はねちょっと次のページにありますけども限界というのはこうなんです ねえー、横軸の変数変化する数ですね横軸の変数が一単位増加した時に縦軸の変数縦軸の変化する数がどれくらい変化するのかを表すこれが限界という意味なんですね限界というのを言葉で言う表現するとこうなんですこれってさっき出てきたじゃないですか、ねえー、横軸の変数が一単位増えた時縦軸の変数がどれくらい変化するのかっていうのは何だったのかというとデルタ横軸の変数分のデルタ縦軸の変数だったじゃないですか ですから、これね、先ほどですね、このデルタ、X 分のデルタ Y っていうのでやったと思いますけども、要は、このね、 1え一つ増やすっていうのは、ね、接線の傾きのことを言っているということで要はその限界っていうのはです、ね、接線の傾きのことをです、ね、経済学では指すんだなっていうことですね限界っていうのは要は1つ増やすということ1つ増やした時のもう一方の変数のはどれだけ変化するのかっていうのがあの接線の傾きデルタ X 分のデルタ Y ですから限界というのはまさにです、ね、接線の傾きデルタ X 分のデルタ Y を、まあ、数学算数のです、ね、概念を使えばですね 表現できるんだよっていうことですね。そこのところをまあ押さえておいていただければと思います。えー、ですから、高揚関数、高揚曲線のですね、接線の傾きをですね、限界高揚というのは表していると。ビール一杯おかわりしたら高揚がどれだけ上昇するのか。 ね、一,方の概念一方の変数を1つ増やしたらもう一方の変数がどれだけ変化するのかっていうことですから接線の傾きをですね公用曲線のまさに接線の傾きを表現していると数式で言うと限界項が従ってこういうふうになりますデルタ X 分のデルタ u というふうに表現されるんですね。ですから 先に例からいっちゃいましょうかビール1杯おかわりしたら例えば紅葉がですね数値化できるとして、ね、紅葉が数値化できるとして10高まったのであれば限界紅葉が10になりますビール1杯おかわりして紅葉が数値化できると仮定して10紅葉が高まったならば限界紅葉は10というふうになりますね1杯おかわりしたら10紅葉が高まったんで限界紅葉は10になるわけですねで数式で表現しますと限界紅葉っていうのはデルタ X 分のデルタ Y でデ,デルタ U ですから1分の10ね 1>, 1ビールをお代わりしたんだったら、えー、10紅葉が高まるということ1分の10すなわち10になるという話ですね。で接戦の傾きですからね接戦の傾きですから、えー、こういうふうになりますね限界紅葉というのはあこの接戦の傾きですね。例えば、えー 消費量が1の時の接線の傾き、消費量が1の時この紅葉曲線に対応させて接線を行きます。でそこで出来上がった傾きが限界雇用です。ビール1杯をおかわりしたら紅葉がどれだけ高まるのかっていうのをこの傾きが表しているということで、ビール1杯の時の限界雇用っていうのは、ビール1杯の消費量をですね紅葉曲線に対応させて接線引いて、そこで出来上がった傾きになります。 ね、この傾きがビール1杯おかわりした時の紅葉の高まり限界雇用になるわけね、えー、ビールが消費量3倍の時の限界雇用ねビール消費量3倍の時の限界雇用っていうのはビール1杯おかわりしたら紅葉が何倍紅葉がどれだけ高まるのかっていうのが限界雇用ですからここのまさに傾きになるわけね、えー、ビールの消費量3をですね紅葉曲線に対応させて節線の傾きを取ってあげてその節線の傾きがですね限界雇用になると ビールの消費量が5の時の限界雇用というのは紅用曲線上で消費量5を対応させてここの点を取る接線の傾き引いてでそこの接線の傾きがですね限界雇用になるわけですね。でこれから説明させていただくんですけどもあの紅用曲線の性質ということでね あの不法の過程を置いておりましたですから右上がりに描かれるということなんですけども一方でですねこの紅葉曲線というのはお椀型の形になるんですねお椀型の形になるんですけども、えー、これはどうしてこういう形になるのかというとこうなんです性質といたしましてはね限界紅葉低減の法則という、ね、性質法則がありましてね、まあ、したがってこういう形になるという話なんですねじゃあ限界紅葉低減の法則って何ですかっていうことなんですけど こうなんです。低減って何ですか。低減っていうのはね、だんだん減るということです。低っていうのはね、だんだんという意味なんですね。低というのは、低というのはだんだんです。低というのはだんだんですから、だんだん減るっていうのが低減ですね。ですから低増という言葉も出てくるんです。経済学では低増という言葉も出てきますけど、低増というのはだんだん増えるですね。 ですから、限界効用低減の法則っていうのは、だんだんですね、限界効用が減るということね、X を増やしていくと、だんだん限界効用が減る、これが限界効用低減の法則ですね、X を増やしていくと、X を増やしていくと、限界効用がだんだん減ってくると、X を増やすと、限界効用である MU がだんだんちっちゃくなる、減ってくると。これが。 こうういった法法則則をでで、ね、ですすねね限界の X を増やしていくと限界雇用がどんどん小さくなっていくということなんですけど限界雇用というのは接線の傾きですよねですから X を増やしていくと接線の傾きがどんどん寝てくるということになるわけですねグラフ上はねですかね限界雇用というのは接線の傾き、ね、限界雇用というのは接線の傾き X を増やしていくと接線の傾きがどんどん小さくなるつまりどんどん寝てくるということですね ですかね、これが、えー、グラフで、えー、限界雇用低減の法則を、えー、解釈したらということになりますね。じゃあね限界雇用低減の法則これを直感的な話でね表現するとどうなるのかっていうと直感的にいきましょう何で低減するのかということなんですけどもまあ言われてみれば当たり前なんですけどこうですね えー、ありがたみをちょっと考えてほしいですね。ありがたみを考えてほしいんです。消費量が少ない時のありがたみですね。消費量が少ない時のあ,ありがたみ。例えばね、消費量が少ない時のありがたみを考えてください。消費量が少ない時っていうのはね、財、えー、の希少価値が高いんですよ、ね。消費量が少ない時っていうのは財の希少価値が高いのね。例えばビールの消費量が少ない時っていうのはもうビール飲みたくて例えばしょうがないという時になんという状況なんですね。 でビールの消費量が少ないときっていうのはビールが飲みたくてしょうがないですよという状況にありますのでビールの希少価値が極めて高いということ非常にありがたみが大きい状況になるわけですねでありがたみが大きい状況のときっていうのは一杯おかわりできるんだったらありがたみが大きいんでものすごくが高まるんですよ一杯おかわりさせてくれるんだったらとっても私は嬉しいですということですから一杯おかわりしたら10も雇用が高まるんですねとってもありがたみが大きいから 財の希少価値が高いからですからビールの消費量が少ない時っていうのは例えばの時ですねの時というのはですねに対応する接線の傾きというのは極めて大きくなるビールの消費量が一杯増えた時に例えば紅葉が10高まるということで接線の傾きがですね大きいんですね。希少価値が高いからありがたみがでっかいから一杯おかわりできるんとしたら紅葉がものすごく上がってくるということで傾きが大きいんですよ。 一方で、えー、ビールの消費量が増えます多いですで多くなるとどうなのかなと言うとビール例えば10杯も20杯も飲んでくださいよ。ね、不法和の過程を前提に 10, 10杯も20杯も飲んでくださいよ。ね、10杯も20杯も飲むとですねそれは不法和の過程を置いてればあビールおいしいという状況は続くかもしれませんけど1杯目のビールと10杯目のビール、ね、同じ1杯でどっちが大きいですかと。ね 1>, えー、1杯目の状況で1杯おかわりと10杯目の状況でさらに1杯おかわりとどっちがおあの1杯おかわりから得られる満足感の高まりは大きいですかっていうと1杯目のビール、ね、1杯目のビールの状況で1杯おかわりした方が満足感の高まり高いじゃないですかだってビールの希少価値が高いからビールのありがたみが大きいからだけどビールいっぱい飲んじゃってる状況でさらにもう1杯おかわりって言ってもですねもうだいぶ飲んでますから。 ね、だいぶ飲んでますから消費の不法の過程を置いてたとしてもあんまり紅葉は上がっていかないわけですよねですからそれをですね、まあ、表現すあのグラフでするとしたら、ねえー、このようにですね、えー、こう傾きが寝てくるるここととで表現されうねだからこの X1 の時っていうのはビールの希少価値が高いから1杯おかわりできるんだとしたら紅葉がものすごく上がるということで傾きが大きいんですよ。 それに対して、えー、X3 の時っていうのは1杯おかわりしてもです、ね、紅葉はあんまり高まらないから傾きが小さいんですよ。ね、この傾きでですね、あのー、限界紅葉が表現されているということで,で限界紅葉っていうのは直感的にはね直感的にはビール1杯おかわりできるんだとしたら紅葉がどれぐらい高まるのかということで消費量が少ないときビ,、えー、ビール1杯おかわりした時の紅葉の高まりでかいですよね、飲みたくてしょうがないですから。 いっぱい飲んでる状況でさらにぱ杯お代わりというふうに言われてもです、ね、あんまり紅葉が高まらないですねありがたみが小さいからですから限界紅葉というのは低減するんですビールの消費量が増えるとでそれをグラフで表現するとしたら傾きがだんだんビールの消費量が増えていくと寝てくるということで、まあ、したがって右上がりなんだけど不法和の過程を置いているから右上がりなんですけど高まりがどんどん減ってくるということで傾きがどんどん緩やかになってくるですからまあこのようなお椀型で描かれると。 いうことになりますねよろしいですかね、えー、こういうふうにまあ考えるということでありますいいですかね、まあ、これがですね一材モデルということでありましてですね一材モデルではまあこのように考えるということでありますではですね、えー、引き続き今度10ページでですね二材モデルですね まあ今、一材モデルということでありましたけど、一材モデルだとあまりにもちょっと非現実的ということで、二材モデルにちょっと拡張していくということでありますけど、イメージなんですけども、私、森田隆一がいて居酒屋に行くと、コロナが収まって居酒屋に行くということで、私は紅葉最大化、居酒屋生産者は利潤最大化ということですね。二材モデルっていうのは、メニュー表を見ていただければと思いますけど、ビールだけじゃなくて芋冗腸もあるんですよ。ビールだけじゃなくて芋冗腸もあるということで、メニュー、 メニュー表ですね、えー、このね、1剤じゃないという話なんですよね。ですかね、これが2剤モデルであります。で、例なんですけどね、パターン1とパターン2ということでありましてですね、パターン1っていうのはね、例えばビール1杯、芋焼酎7杯ですね、パターン2っていうのはビール9杯、芋焼酎1杯ですね。ですかパターン1とパターン2。ビールはこっち消費量少ないです。パターン1っていうのはビールはたった1杯、だけど芋焼酎は7杯ものになる。 一方でパターン2というのはビールはもう一杯飲む9杯、ね、一方で芋焼酎はたった1杯しか飲めないこれがパターン2ですねで仮にですね森田隆二がパターン1でもパターン2でも満足感が、ね、得られる満足感がパターン1でもパターン2でも同じよって言った場合はこのパターン1とパターン2は、ね、無差別ですよっていうふうに経済学では言われるんですねですかね無差別っていう言葉を押さえて頂ければと思います 英語で言うとインディファレンスというふうに言うんですけど無差別っていうのは要は差別がないということ、ね、無差別っていうのは差別がない差がないということですですからパターン1でもパターン2でもですね効用が等しいっていうことなんですねでそういった状況をですね経済学では無差別っていうふうに言うんですね経済学ではパターン1とパターン2は無差別ですよっていうふうに言うんですねですかね、えー、表現を押さえておいていただければと思いますあここに書いておきましたね えー、無差別というのは紅用に差別がない紅用が等しいということですね、えー、こういった場合パターン1とパターン2は無差別ですよというふうに言うんですねでは、えー、無差別曲線というのがあるんですね紅、えー、用に差別がない紅用が等しくなる、えー、その消費量の組み合わせをですね1本の線で表現してあげた。 無差別な点をですね一本の線で表現させたものをですね無差別曲線というふううに言うんですけどど、まあそれをですねこれからちょっと見ていきますね、えー、例えば、ですねさっきの状況ねちょっともう一度確認しましょうかね例えばこの時ですね紅葉が100だったとしましょうか。ね あ、ごめんなさい。見えてなかったですけど、紅葉がこの水準で100だとしましょうね。パタイン1でも紅葉が100ですよ。パターンニーでも紅葉が 100, 100ですよと。だからパタイン1とパターンニーは無差別ということになりますね。パタイン1とパターンニーというのは差別がない、差がない、無差別ということになります。共に紅葉が100得られますということですね。で、これをですね、 一本の線で表現してあげたものを無差別曲線というふうに言うんですけど、まあこのようになりますね。横軸にですね、ビールの消費量 X ですね。そして縦軸にですね、芋焼酎の消費量 Y ですね。いいですかた、えー。ビールの消費量 X です。えー、横軸に芋焼酎の消費量 Y ですね。で、えー、無差別曲線というのはこのようにですね、これね、このような形で描かれるんです。無差別曲線というのはこのような形で描かれる。 ね、でこ,れこのような形のことをです、ね、原点に対して「凸」というんですね。 原点にに対しててといいいいいううふうに言言ますんでこのでこ葉遣いもね押さえておいていただければと思いいますね有名な言葉遣いで,す、ねですか,ね、だからちょっと言葉遣いねいろいろ出てきたわけなんですけどこういうのは一個一個ねちょっと覚えていっていただきたいんですよね経済学で出てくる言葉ですからこういったところで間違えてしまいますとですね専門用語が誤っていると原点ということになってしまいますんで、まあ、しっかりとその勉強を進めていくたびにですね一個一個ですね頭の中に入れていく。 ととといいうことが必要かと思いますねじゃあの、えー、こんな形になるんですけども、えー、例えばですねこうですね、えー、私森田隆二はですね A 点 A 点っていうのはビールと芋焼酎の消費量の組み合わせなんですけど A 点っていうのはビールが1杯芋焼酎が7杯、ね、ビールが少ない、えー、その消費量の組み合わせ A 点ですね一方でですねこっちね、えー、B 点っていうのは芋焼酎が1杯でビールが9杯なんですね。 ビールは多いいけど芋が少ない組み合わせですね。A 点も B 点も、ね、森田隆二はですね紅葉水準がどっちも100ですよと、ね、紅葉水準がどっちも100で等しいですよっていった場合 A 点と B 点をつないでください、ね、さらにですね、C 点もですね C 点も、えー、紅葉が等しくなる消費量の組み合わせですよと、ね、いいですかであるいは D 例えば、公用水準が等しくなる消費量の組み合わせですよと。で、公用水準が等しくなる消費量の組み合わせがまあ、このように例えばあって、でこのように公用水準が等しくなる消費量の組み合わせをですね、全部結んでください。で、出来上がった線が無差別曲線なんです。ですか。無差別曲線というのは公用が等しくなる、公用が100で等しくなる消費量の組み合わせを点として取るんですよ。 A 点 B 点 C 点 D 点全部、紅葉水準が100で等しくなる消費量の組み合わせですよと。 消費量の組み合わせで公用水準が100になる点を全部点を打ってあげるんですねで全部つないであげるんですねそれで出来上がった線をですね公用水準100の無差別曲線というふうに言うんですねでこの無差別曲線は一般的にですねこの原点に対して凸型になるんです、まあ、必ず原点に対して凸型になるわけではないんです例外なんかもあったりするんですけども、あのー、通常ですね 多くの場合、この原点に対して、凸型になりますので、それは押さえておいていただければと思いますね。いいですかね。はい、それはですね、ちょっと時間の方が来ておりますので、一旦ブレイクをですね、ここで入れさせていただきます。はい、それはですね、授業の方再開いたします。ページで言うと12ページになりますけれども、<laughs> えー、限界代替率という、ね、概念、えー、英語で言うとマージナルレート・オブ・サブスティーションということで頭文字とって MRS ということでありますであの英語もねちょっとね私の合格バイブルでは何かこうちょっと表現してたりしますけど英語を覚えなきゃいけないんじゃですかっていうともう覚えなくていいですこんなもんスペルなんて全然書けなくてもいいですけどもあのよく MRS っていうふうに言ったりするんですよなのでなんで MRS なんですかっていう質問があったりもしますんで、まあ、したがってまあ3号上 両方ということでマージナルレートオブサブスティテューションですよということで乗っけているということで別に。あのー 覚える必要はないということでおさえていただければと思いますね。であの後でね、そのまあ答えがあの後ろのなんか別冊合格ノートかなんかにちょっと合格ノート、えっ、ー、と版書ノートなんかその辺にあの答えが載ってると思いますけど、後でちょっと移していただければと思いますけど、あのこういうふうな意味になりますよ。限界代替率でね、限界代替率なこうなんです。x 材の消費量、x をビールだとしますね。x を X 材の消費量、ビールの消費量だとしますね。Y を、えー、芋焼酎の消費量だとしますね。で、限界代替率っていうのは、こういう意味になります。ビール1杯おかわりできるんだとしたら、芋焼酎は何杯諦めてもいいのかと、そういった概念ですね。もしビール1杯おかわりできるんだとしたら、自分はですね、芋焼酎を最大で、例えば5杯諦めてもいいですよというのであれば、あなたの限界代替率は5ですねというふうになるわけですね。 えー、今の状況を考えると、えー、ビールすごい飲みたいと、ね、もうビールもちょっと、もう喉が乾いてビールとても飲みたいというような状況であれば。もうビール一杯お代わりさせてくれるんだったら、もう芋焼酎20杯も諦めてもいいですよと。そういった人かも、人もいるかもしれませんね。そうしたら、その人は限界大であるですが、20というふうになりますね。いいですか。ね、だからビール一杯お代わりできるんだとしたら、芋焼酎を最大で何杯諦めてもいいのかと。 そういった概念をですね、えー、限界代替率というふうに言うんですね。ですから、限界というのは1つ増やすということね、だからビール1杯おかわりできるんだとしたらということになりますね、ビール1杯おかわりできるんだとしたら、ねえー、何杯ね、諦めてもいいのかと、ねえー、そういった概念が限界代替率ですね。ですから、こういうふうになりますね。 えー、こう主観的な二財の交換比率ですね。主観的な二財の交換比率ですから、まあ、ここにちょっと書いておきますけど。えー、自分が森田隆二がいますね。で、エさんが言いまして、ビール一杯。 ねえー、くれるんだとしたらビール1杯くれるんだとしたら自分はですね芋焼酎2杯諦めてもいいですよと、ね、ビール1杯おかわりできるんだとしたら自分は芋焼酎2杯減ってもいいですよということでありましてこういった状況を限界代替率が2っていう,ふうに言うんですけどこれまさに2剤を交換すする時の比率に該当しますね,ねビール1杯おかわりできるんだとしたら自分は2杯減らしてもいいということで、えー、その交換する主観的な 二歳の比率というふうに考えることもできるということであります。二歳の交換比率というふうに言ったりしますね。で、えー、まああの数式を使いますとですね、まあこういうふうになりますね。デルタエックス分のデルタエーですね。ビール一杯おかわりできるんだとしたら、ね、デルタエックスがビールの消費量ですね。デルタエックスがビールの増加分ですね。 リール一杯おかわりできるんだとしたら、イモジョウチュウデルタイモジョウチュウ y がですね、どれだけ変化するのかということで、数式ではですね、デルタ x 分のデルタ y で表現されましてですね、せ、え、せ、ー、の傾きでですね、まさに表現それはされるんだという話ですね。ですかね。で、実はですね、あのー、まあ限界代替率っていうのはその。 デルタ、x、分のデルタ y というふうに考えてもざっくりといえばこういうふうに考えてもいいんですけどより厳密にですね限界代替率を、えー、明らかにするとですねこのデルタ x 分のデルタ y にマイナスをつけるということになりますよね。ざっくりといえば限界代替率ののはあ無差別曲線の 一点における生成の傾きデルタ X 分のデルタ Y でいいんですけどもより厳密に言うとですねいやここにマイナスをつけてですね限界代替率を表現するんですぜっていうことなんですね、えー、これどうしてかというとこうなんです先頭にここに、ね、マイナスをつけて限界代替率を表現するんですけども、えー、限界代替率っていうのはですねまあ通常プラスで定義する習慣があるんですねですからここにあえてマイナスをつけているということですね ですかね、デルタ x 分のデルタ倍っていうのはこれ単品ではマイナスになっちゃうんですよ。だけどそもそも限界代替率っていうのは、えー、プラスであの扱った方が扱いやすいんですよ。なのでプラスで表現したいなということでデルタ x 分のデルタ倍はマイナスになってしまうなということでここにマイナスをつけることによって全体でプラスで表現してあげてると。それが限界代替率なんです,ねですかね限界代替率っていう概念は。 マイナスで表現するとちょっと操作しづらいということでデルタ X 分のデルタ Y はちょっとこれからもう一度具体例でお話ししますけどそもそもマイナスになってしまうんですよですからマイナスになってしまうんでマイナスをつ、ね、けてあげればマイナスとマイナスでプラスになりますから、まあ、したがってですねプラスにするためにあえてマイナスをつけてるんだとそういった話なんですね 限界大替率というのはプラスで表現した方が操作しやすいからプラスで表現したいプラスで表現するためにあえてマイナスをつけているとそういうふうに押さえていただければと思いますねだからざっくりといえばデルタ X 分のデルタ Y なんですけども、えー、符号をもし厳密に限界大替率を定義する際に考えるならばマイナスをつけるんですよとなぜマイナスをつけるのかプラスで表現したいから。 デルタ X 分のデルタ Y だったら単品ではマイナスになってしまうので、えー、それにマイナスを付すことによって全体でトータルでプラスになるからだからプラスにしたいからあえてマイナスをつけているんだとそういった話ですねじゃあちょっとより具体的にいきましょう、えー、こうですね、えー、1杯おかわりできるんだとしたら2杯芋焼酎を諦めてもいいですよと、ね、そういった話ですねビール1杯おかわりできるんだとしたら、ね、ビ,ールビール1杯おかわりできるんだとしたら 焼酎を2杯諦めてもいいですよと紅葉は等しいですよとこういった状況ですね。でこの状況の時ですね、まあ、数式で言うとどうなるのかなというと。 えー、ビール1杯おかわりできるんだとしたら芋焼酎2杯減らしてもいいですよってことで限界代替率ス分の Δy 考えていただくと Δx がビール1杯おかわりということでプラス1ですよねで Δy が2杯減らしてもいいということでス2ですよねですから Δx 分の Δy を単品で考えますと1ナス二ということであごめんなさい一分の −2 っていうことでス2なんですよ。ですから Δx 分の Δy を単品で捉えるとマイナスになっちゃってしまうんですね。 で限界代替率というのは、えー、マイナスという,う値で考えると操作しづらいんでプラスで表現したいだからデルタ X 分のデルタ Y だと単品でマイナス単品で扱うとマイナスになってしまうのであえてマイナスをつけてあえてマイナスをつけているとそうするとマイナスとマイナスでプラスになりますからねですからここにマイナスをあえて限界代替率を考える時にはつけているということですね。ねすか だからこの ΔΔY っていうのは無差別曲線のこれからやりますけど接線の傾きになりますがここにはねここには別にマイナス組み込む必要はないんですよだけど限界代替率という概念で改めてですね考えるときにはマイナスをつけてくださいなぜならば全体でプラスで表現したいからそもそも限界代替率というのはプラスで表現した方が扱いやすいんで全体でプラスで表現したいからだからこそここにマイナスをつけているという話になるんですね ではですねあの、デルタ X 分のデルタ Y というのはビール1杯お代わりできるんだとしたら芋焼酎何倍諦めてもいいのかということでありまして、ね、まさに、えー、無差別曲線の接線の傾きになるわけでですすね。ね。こうです、ね、無差別曲線線ののまさにに接線の傾きになってくるということで、まあ、例えばこれ紅用水準が100だと考えていきましょうか。 えー、ここですね例えばあここの点を考えていただければと思いますね。今の状況でビール1杯おかわりできるんだとしたら例えば芋焼酎5杯減らしてもいいですよとビール1杯おかわりできるんだとしたら芋焼酎5杯減らしてもいいですよということでありまして、えーまあ、したがってこの,この状況をですね捉えるとしたら接線の傾きで捉えるんですね。接線ののの傾きっていうのは、えー、横軸の変数が1増えたら 縦軸の変数がどれだけ変化するのかっていうのを表していですね接線の傾きっていうのは横軸の変数が1個増えたときに縦軸の変数がどれだけ変化するのかを表しておりますからこのおえ接線の傾きっていうのはデルタ X 分のデルタ Y なんですねビール一杯おかわりできるんだとしたら芋焼酎が何倍変化してもいい何倍減らしてもいいのかっていうことでありましてデルタ X 分のデルタ Y 傾きで表現されるんですよい、ね、ですか ですからビール1杯おかわりということですからデルタ X が1、ね、芋焼酎は5杯諦めてもいいということでマイナス5ですから1分のマイナス5つまりマイナス5なんですねだから無差別曲線の接線の傾きとていうのはマイナス5になるんですよデルタ X 分のデルタ Y っていうのはマイナス5になるんですよビール1杯おかわりできるんだとしたら芋を、ね、芋焼酎を5杯諦めてもいいということでマイナス5になっちゃうんですね接線の傾きとていうのはね で限界代替率というのはマイナスがくっつくと煩わしいと操作しづらいということでこのマイナスを取っ払うためにですねあえてマイナスを前につけているそうするとマイナスとマイナスでこれプラスになりますからね全体でプラスになって5になるということですねですからこのマイナスを弾きたいとこのマイナスを弾くためにですねこのマイナス5にマイナス1を掛け算して全体でプラスに引きしていると。 全体でプラスに表現全体でプラスとして表すためにですねここにあえてマイナスを限界代替率という概念では付しているということであります。よろしいですかね,ですかねだから無差別曲線の接線の傾きというのはデルタ X ものでルるとは1杯おかわりできるんだとしたら芋焼酎何杯諦めてもいいのかビール1杯おかわりできるんだとしたら X 剤1個増やすことができるんだったら Y 剤芋焼酎何杯減らしてもいいのか。 デルタ X 分のデルタ Y 接線の傾きで表現されるということですねで、限界代替率はさらにこのデルタ X 分のデルタ Y にマイナスをくっつけると。なぜマイナスをくっつけるのか全体,でプラスでする全体でプラスで表現するためだという話ですねでは次です実は限界代替率低減の法則というのがあるんですねまあ先ほどですね限界行為を低減の法則というのやりましたよねで限界行為を低の法則というのは あービール一杯おかわりできるんだとしたらあ紅葉がどれだけ変化するのかこれが限界紅葉ですけども限界紅葉が X 材の消費量が増えていくと小さくなっていくっていうことだったんですねこれが限界代替率低減限界紅葉低減の法則ですねなんで小さくなるのかありがたみが小さくなるから、ね、ビールの消費量が増えていけばビールの消費量がビールの消費量が増えていけばビールのありがたみが小さくなりますビールのありがたみが小さくなるんだとしたら一杯おかわりできたとしても紅葉はそんなに増えていかないんですね 喉カラカラだと、ね、もう夏で最高気温42度だと、ね、42度でもうずっと働いてると、ね、喉カラカラらだって時はもうビール一杯飲めるんだったらものすごく高まるんですよ、ね、だけどもう一杯飲んじゃったという時におビール一杯お代わりできたとしてもあんまり高揚高まらないじゃないですか、ね、ですから消費量が少ない時っていうのはビヨンと高揚が高まるんですよ ビールいおかわりでででできるるんんだととしたら紅葉がビビン高ますすよ限界紅葉でかいですビールのありがたみが消費量が少ない時っていうのは大きいからだけどビールの消費量が増えちゃうと一杯おかわりできたとしてもありがたみが小さくなってるからあんまり紅葉が高まらないんですね消費の不法和の過程を置いてるから紅葉は高まりますよ紅葉は不法和の過程を置いてるから高まるんだけどあんまり高まらないと消費量が少ない時は一杯おかわりできるんだとしたら紅葉がビヨンって高まるわけですよありがたみがでかいから。 だけどビールの消費量が増えちゃうとありがたみが小さいから一杯おかわりしたとしてもあんまり効用が高まっていかないなぜかありがたみが小さくなってるから消費量が増えていくとありがたみが小さくなっていくから難しい言葉で言うと財の希少価値が下がってるからだから、えー、限界効用は低減するという話だったですよねで同じような理屈なんですけど限界代替率低減の法則っていうのがあるんですよだから経済学の勉強でね ポイントなんですけど似た概念っていっぱい出てくるんですよ似た概念というのはいっぱい出てくるんですけどその似た概念をバラバラにやったら非常に非効率ですワンセットで叩いてしまいましょうそうすると非常に効率的ですよね、だから私先ほどですね一番初めのユニットで申し上げましたけど効率的な言わなかったかな効率的で効果的なですね私はあまあ学習法戦略を考えてるんですよね 要は無駄をなくすすってことでよどうすれば無駄がなくなるのか似た概念を同時に叩くってことなんですよ似た概念をワンセットで抑えるってことですよ似てるから同時にやったらもうそれあ,あれもそうだねあここは同じだねっていうふうになると忘れにくいじゃないですか1個押さえとけば一個押さえとけばあれも同じでしょっていうふうになるわけですよですから直線でも例えば曲線でもデルタ x 分のデルタ y ですよ ね、直線でも曲線でもデルタ X 分のデルタ Y なんですから接線の傾きはねだからいあの一挙両得じゃないですか、ね、ですから限界効用低減の法則も限界代替率低減の法則も違いますあの違いますけど本質は同じです、ね、一材モデルで考えてるのと二材モデルで考えてるんですからそれは違いは出てきますよだけど本質は同じなんですでそこをつかんでいただきたいと。 そううすすれれば効率的なな学習ががされていいるということこで無駄が減りますからねだからこういったところがね本当に独学との差なんですよ、ね、私も経済学もずっとやってきておりますからねサラリーマンやってましたけどその時だって経済学やってましたからだからもう20数年やっておりますんであの学習法分かってますよだからこれ独学だったら本当に何千時間かかってしまいますよ極端な話。 極端なんですよ本当に何千時間かかってしまいますからそれを350に持っていっているとそういうふうに考えていただければと思いますね経済学、本当に、ね、ミクロ、マクロってありましてね本当に膨大なんですよ、量が膨大な量でこれ、だったらもう本当にどこから手をつけていいのかというふうになってしまうのでそこをですねここをやってください、ここをやってくださいここをワンセットでやってくださいというふうふに申し上げてますから、まあ、そういったところをですねあのしっかりとね、掴んでいただければですね近道できますよ、ショートカットできますよだから講義だから見てほしいんです。 講義を見なくてテキストやっちゃうとです、ね、あのテキストだとそれを教えてくれませんから、ね、あの逆に見た方がですがショートカットできると思っていただければと思います、ね。 ではですね、限界代替率低減の法則なんですけども、限界代替率がなぜ低減するのかということなんですけども、例えばですね、A 点ですね、X 材の消費量が少ないです、B 点ですね、X 材の消費量が多いですね、で、あの限界代替率が低減するってことは、限界代替率っていうのは、まあ、接線のかざっくりといえば接線の傾きですから。 限界代替率というのはざっくりといえば接線の傾きですからね。この接線の傾きがですね、X 軸の消費量が増えると小さくなるよってことですね。で、なんで小さくなるんですかってことなんですよね。限界代替率っていうのはね、これマイナスがあのー、マイナスつけて結局プラスでしてるのが限界代替率ですけども、要はその、まあ、接線の傾きの大きさなんですね。限界代替率っていうのは接線の傾きの大きさを表しておりますから。 で限界代替率低減の補足というのはこの接線の傾きの大きさがどんどん X 材の消費量を増やしていくと小さくなるということを言ってですねじゃあなぜ小さくなるのかというとやっぱり限界雇用低減の補足と同じでありがたみなんですよありがたみなんですね。X 材の消費量が少ない時っていうのは X 材のありがたみが大きいんですよ。X 材の消費量が少ない時っていうのは X 材のありがたみが大きい、ね、ビールの消費量が少ない時っていうのはビールのありがたみが大きいんです。 ビールのありがたみが大きい時っていうのはビール飲みたくてしょうがないわけですからビール1杯おかわりさせてくれるんだとしたらビール1杯飲ませてくれるんだとしたら自分は芋焼酎ね15杯諦めてもいいよと自分は芋焼酎20杯諦めてもいいよとビール飲みたいんだからとそういう話じゃないですかですから一杯諦めてもいいんですよもう一方の材をねビールのありがたみが大きいわけですからこれがビールの消費量が少ない時なんです。だからここでは 限界代替率が10ですビール1杯おかわりできるんだとしたら芋ジョをビール飲みたくてしょうがないですから、えー、芋ジョを10杯諦めてもいいですよとそういった話ですねだから傾きがマイナス10マイナスをとって、えー、10これが限界代替率ですね。一方で えー、ビールの消費量が増えました。ビールの消費量が増えるとビールのありがたみが小さくなります。材の希少価値、ビールの希少価値が小さくなります。低くなります。ビールの希少価値が低くなるもんですからビール一杯おかわりできたとしてもあんまり紅葉が高まらない。あんまり紅葉が高まらないから諦めてもいいかなっていうふうに思えるですね芋焼酎の量もですね少なくなってしまうんですよえ。限界代替率っていうのは小さくなるビール一杯おかわります。 芋何杯諦めてもいいのかこれが限界代替率ですけどもビールの消費量が大きくなるとビールの希少価値が下がるんですよありがたみが下がるんですよありがたみが下がるってことはビール一杯おかわりできたとしても紅葉が大して上がっていかない紅葉が大して上がっていかないから諦めてもいいやって思えるですね芋焼酎の量っていうのはどうしても少ない量になってしまうということですね。 だからビールの消費量がどん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 増えていくと限界代替率ですね諦めてもいいやっていうふうに思えるですね芋焼酎の量というのはどん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 減ってくるそれは限界代替率が低減するということせっせの傾きの大きさが小さくなっていくせっせの傾きがだんだん緩やかになっていくっていうことだという話になるんですねですからだから限界雇用低減の法則との共通点財の希少価値ありがたみですよ財の消費量が増えると ビールの希少価値がどんどん下がっていくありがたみが小さくなっていくありがたみが小さくなっていくからこそですね限界雇用も低減するし限界代替率も低減するんだという話ですねだから1財モデルと2財モデルの違いはあるんですけども根底にはありがたみ財の希少価値があるということで、まあ、そこのところをつかんでいただければあの忘れにくいかなというふうに思いますね。ですから あこのねビールの消費量が少ない時 XA の消費量の時いのと、ねえー、のい,時いうのは限界代替率が10であるとこっちビールの消費量が多い時きというのは限界代替率が0.5ですよ。えー、従ってこのね えー、消費量が増えるとですねビールのありがたみが減るもんですから諦めてもいいかなっていうふうに思える芋焼酎の量も減ってしまうということですね。でからビールの消費量が増えていくとですね X 材の消費量ビールの消費量が増えていくと限界代替率 MRS はどん,どん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 小さくなる傾き,が傾きの大きさがどん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 小さくなっていくということですね。だから限限界代替率制限の法則を考えますすとですね無差別曲線は原点に対して凸型になります 限界代替率低減の法則を踏まえますとですね XI の消費量が増えていけば接線の傾きの大きさがどんどん小さくなっていくので必ずですね原点に対して凸型になるんです、ね。ですから、まあ、そんなところも押さえておいて頂いければと思いますね。 ではですね今度その次ですねあの無差別曲線を今勉強しているわけなんですけど原点に対して凸型ということですねで接線の傾きというのは大切だということでありましたから接線の傾きについてですね、えー、2番目のユニットですかねそれで勉強しましたよね接線の傾きデルタ X 分のデルタ Y とで雇用関数の接線の傾き限界雇用。ね えー、そして無差別曲線の接線の傾き、デルタ X 分のデルタ Y、それにマイナスをくっつけたものが限界代替率、だからざっくりと言えば、限界代替率が無差別曲線の接線の傾きになるんですけど、あのー、厳密に言えば、デルタ X 分のデルタ Y が無差別曲線の接線の傾きで、それにマイナスをくっつけたものが限界代替率になりますね、マイナスをくっつけて、トータルでプラスで表現したものが限界代替率ということになりますね。ですかす で、えー、無差別曲線というのはですね、まあ、とてもですね、この2材モデルにおいて高用最大化を考える際にですね、とても大切な、ね、ツールなんですよ。なので無差別曲線の接線の傾きというところまでは確認しましたけども無差別曲線の性質というのをですね、今一度ですね、確認していきましょう。では、えー、ちょっとこの… 15ページですかね、見ていただければと思いますけど、無差別曲線の性質ですね、えー、右下がりであるというところですね、ここをちょっと見ていただければと思いますね、無差別曲線というのは、必ずですね、まあ、必ずっていうかね、えー、通常、ですね右下がりになりますね、通常、右下がりになるで、どうして右下がりになるんですかというと、例えば A 店にいましたよと、ね、例えば A 店にいましたよと、ねでえー、ビールの消費量、X 代の消費量を増やすと、ですね X 代の消費量を増やすと、ですね紅葉が上がってしまうんですね。 用がが上がってしまうですから効用を一定に保つためにはですね Y 材の消費量芋焼酎の消費量をどうしても減らしていかないと効用が100で一定に保てないんですね、まあ、したがってですねこの無差別曲線というのはそういったものをですね表現しようとするとですね右下がりにですね絵が飾るをえないですよということですね一方の材の消費量を増やしていくとですね効用が上がってしまうので。 効用を一定に保つためにはもう一方の財の消費量を減らさないといけないということで、まあそれを描くとしたら右下がりで描かれますねということで、だから右下がりということですね。でここではですね一つ仮定を置いておりましてですねそれがですね代替性の仮定なんですね。代替性の仮定、代替性の仮定というのは二財が二財は交換可能であるということですね。代替することができる、交換可能だっていう状況ですね。だから例えばうーんビールと 石ころだったら、えー、交換不可能ですよ石ころなんていりませんから、ねえー、ビールね、あのー、石ころ1個増やしてくれるんだったらビール、えー、じゃごはん諦めてもいいなんて私は決して思いませんからねもう石ころなんていりませんからですから交換不可能じゃないですかビールと石ころっていうのは、ね、ビールと芋焼酎だったら私にとっては交換可能だから芋焼酎なんて嫌いっていう人はあの議論が成り立ちません交換不可能ですからね だからそういった方は、もう芋焼酎ちょっと癖があるから嫌なんですっていう方はですね、ビールとワインで考えてください。ね、で、ワインも嫌いだっていう方は、ビールとケーキで考えてください。もう何でもいいんですけども、交換可能な状況を考えているということですね。ですから、だから私にとっては石ころなんていりませんから、ビールと石ころじゃ石ころの交換は不可能なんで、まあ、したがってそういった状況は考えないと。ビールと芋焼酎だったら交換可能かなっていうことで考えているということですね。で交換可能であれば、右下がりになるという話ですね。 で交換可能な状況を、まあ、そういった過程をですね代替性の過程という,ふうに言いますねで2番が特に4つですね、まあ、性質がありましてね2番が特に大切なんですけども右上に位置するほどですね効用が高いということでありましてね。 えー、右上に位置するほど効用が高いんです、でどうしてかというと、無差別曲線は右上に位置するということは、ですね2剤の消費量が大きいことを意味するからだと、で家庭ですね、不法和の家庭、非法和の家庭ですね、消費の不法和の家庭、非法和の家庭ですねあのね、無差別曲線というのは、いっぱい描くことができるんです。 無差別曲線とといいいうのはいっぱい描くことができる例えば紅葉水準が100紅葉水準が200紅葉水準が300、ね、そういうふうにざっくりとやってもいいし紅葉水準が100紅葉水準が100100.1紅葉水準が100.2紅葉水準が100.3もういっぱいこう描くことができるんです、ね、で無数に描くことができるとそのような無差別曲線なんですけども無数に描けるのが無差別曲線なんですが右上に行けば行くほどですね消費量多いんですよ。 例えばこうです、えー、この満足感が100の無差別曲線ですね、例えばここに点が打たれておりますけど、ここの点というのはビールの消費量が5、芋焼酎の消費量が5なんです。ね、右上の無差別曲線というのは、ビールの消費量も芋焼酎の消費量もですねより多いんです、6と6です。さらに右上の無差別曲線というのは、紅葉数字が高いんですけども、えー、ビールと芋焼酎の消費量がさらに多いんです、えー、7と7です。 ですから右上に行けば行くほどですね、消費量が多くなるんで消費量が多い方うがね不法和の過程を考えるとですね、満足感が高くなるんでしたがってですね、右上に行けば行くほど紅用水準は高いということになるんですね。では次ですね、3番なんですけども互いいいに交わらなととうこですね。互いに交わらないというところですね。 えー、無差別曲線というのは互いに交わりませんでどうしてかというと仮に交わると考えると矛盾するからと仮定、ね、なんですね推進性の仮定無矛盾性の仮定というふうに言いまして推進性の仮定というのはこうですね A イコール B B イコール C ならば A イコール C という関係が成り立つ、えー、こういった場合ですね推進性の仮定が成り立っているというふうに言うんですね ね、A=B=C イコール B, B イコール、C、ならば A=C イコール、C、という関係が成り立つこういう状況を考えております彗星の過程が成り立っているというふうに考えておりますで、えー、こちらですね えー、入り法というね、えー、説明の仕方でですね交わらないというのを、まあ、説明したりするんですね、証明したりするんですね、で入り法というのは間接証明法というふうに言われておりまして、まあうん、民法なんかでもやってるかなというふうに思いますけど、三段論法というのがあるじゃないですか、まあ、あれは直接証明法というふうに言ったりするんですけども、えー、入り法というのはあそっちじゃなくて、間接証明法なんですね、で例えばこうです、ね、今回、無差別局線が交わるのか、交わらないかの二択ですよね、どっちかですよね、交わるか。 あるいは交わらないかのどっちかじゃないですかどっちかじゃないですかでそういった場合どっちかなっていうのをあの決める際に明らかにする際にね仮にこっちだったらっていうふうに考えるんですよね仮にこっちだったらまあ今回だったら交わるとね仮に交わるっていうのを考えるんですで仮に交わるっていうのを考えたときに矛盾が出てきたら交わるっていうのが誤りだったんです。 だからじゃあもう一方の選択肢があ合ってるねってことで交わらないっていうのが正解になるわけです。ね、どっちかなんですよで。交わるのか交わらないのかのどっちかじゃないですか。線っていうのは交わるのか交わらないのかのどっちかですよね。もうどっちかしかないですよ。交わってるのか交わってないのかどっちかしかない。で、どっちかっていうのを仮に決めるんです。ね、合ってるかどうかわかんないけど仮に交わってるとしましょうと、ね。仮に交わってるとしましょうと。で、それで考えていって、 矛盾が出なければ矛盾が出なかったから、ね、交わってるっていうのが矛盾がないから正しいんじゃないっていう,うになるんですよ。で交わってるっていうふうに仮定してですね矛盾が出てきちゃったんだったら矛盾出ていくんだから、ね、矛盾出てきたんだから交わるっていう仮定は間違ってたんですねとじゃあもう一方の方が合ってましたねとそういった証明法それをですね入り法というふううふに言うんですねですかだからこれからやるのはですね交わってるか交われてないかの二択なんですよ。 二択でここで矛盾が出てこなければ矛盾出てこないから交わってるっていうのが正しかったってことなんですけど今回ね交わってるというふうに仮定してですね矛盾出ちゃうんですよ。矛盾出ちゃうんで交わってるっていうのは交わってるというふうに仮定すると矛盾出ちゃうから交わってるっていう仮定は誤りだと。交わってないもう一方の選択肢交わってないっていうのが正しいんですねと。 こういった証明法をですね入り法というふうに言いますんで押さえておいていただければと思います、えー、入り法で証明していくんですけどねえーっと じゃあ、あの矛盾するというところですね。どうして矛盾するのかってことなんですけども。えー、交わるというふうに、例えば、か、これは誤っている図ですよ。誤っている図なんですけど、仮に、ま、むあの交わっているとしたら。どうなのか、のを考えるんですね。で、交わっているとしたらですね、こうなんです。ね。A. 点と B. 点っていうのは、ね。U. 二という無差別曲線にありますから。A. 点と B. 点っていうのは。公用が等しいんですよ、ね。A. 点と B. 点っていうのは。U. 二という。 無差別曲線上にあるから、公用が等しいんですよ。ね、A の公用と B の公用が等しいんですよ。ですか。で、一方 B と C 考えてください。B と C は公用が等しいんですよ。なぜならば U1 という無差別曲線上に C 点も B 点もあります。 U1 という無差別曲線上にあるわけですから同じ無差別曲線上にある消費量の組み合わせである B 点と C 点というのは同じ無差別曲線上にありますから用が等しいんですよだから B の雇用と C の雇用も等しいんですね。ですかね。A の雇用と B の雇用は等しい B の雇用と C の雇用が等しい A と B が雇用等しい B と C が雇用等しいしたがって A と C も雇用が等しいっていうふうに推薦の過程が成り立つんだったらなるじゃないですか。 A と B が雇用等しいんですよ B と C も雇用等しいんですよですから A と C もねこの推薦の過程を考えると雇、ね、用が等しいってことになりますよねだけど A と C って雇用本当に等しいですか等しくないじゃないですかなんでか Y 財の消費量に関しては共に A と C はね消費量同じですよ Y 財の消費量は A 点も10個 C 点も10個 Y 材の消費量は同じなんですけど X 内の消費量 C 点の方が多いんですよ X 内の消費量 C 点10個 A 点5個なんですよね、C 点の方が Y 材の消費量は同じなんだけど X 内の消費量が多いんで消費量が多ければですね、不法案の過程を置いてあるから効用が高いんですよだからね、水性の過程で考えると A と C が効用が等しくなるってことなんですけどグラフで考えると C の方が消費量が多いんで C の方が効用が A よりも大きくなっちゃうんですね矛盾しちゃうんですよ矛盾しちゃうんですね交わるという仮定で考えると矛盾しちゃうんですしたがって交わっちゃいけないってことですいいですか交わるというふうに仮定して議論展開しましたね。交わるか交わらないかのどっちかであると仮に交わると考えようとで交わると考えてやっていくと矛盾が出ちゃう 矛盾が出ちゃうんで交わってるっていうのは誤りだとしたがってもう一方の選択肢が正しいと交わらないというふうになるんですね、まあ、こういう説明の仕方証明法ですね配理法というふうに言いますんで、えー、知っといていただければと思いますねですから入法で交わらないっていうのを、まあ、説明するのが一般的なんですよねなのでこのやり方をですね知っといていただければと思いますね で最後ですね、えー、最後無差別曲線の性質の最後なんですけども、えー、原点に対して突業しこれさっきありましたよね限界代替率制限の法則を考えますと X 材が増えていくと。 えー、無差別曲線の接線の傾きの大きさはだんだん小さくなっていくと、ね、傾きの大きさがだんだん小さくなっていくっていうことは原点に対して凸型になるということで、ね、限界大替で制限の法則を前提にしますとですね無差別曲線のか、えー、形っていうのは、ね、原点に対して凸型になるということでした。ね、先ほどのとところですすねね確認していいただければと思います、ね でではですね、えー、今度は18ページになるわけなんですけれども、あのー、ここでちょっと一つの、ねえー、区切りここまででちょっと一つの区切りだというふうに考えていただければと思いますねでこれどういうことかというと今、われわれが考えているのは効用最大化なんですよ。効、ね、用最大化を表現したいがためにですね一材モデルで効用感想を見たと。 でも一材モデルだったらさすがに非現実的なんでちょっと拡張して二材モデルで考えた二材モデルで紅葉を表現するとしたら無差別曲線だとそこまでいきましたよねで無差別曲線の接線の方向きはデルタ X ものデルタ Y、ね、そのデルタ X ものデルタ Y はマイナスの概念なんで限界代替率という概念で考えると、ね、マイナスだったら操作しづらいんでデルタ X の分のデルタ Y にマイナスをくっつけてあげて トータルでプラスでして表現してあげた限界、えーえー、ものをですね限界大体列と言ったということでありましたよね。でも差別曲線の性質4つありましたよということでありました。ここまでは紅葉の話紅葉最大化というのが目的でありますから紅葉最大化の状況をです、ね、今から明らかにしていくんですけども、えー、紅葉を大田から今までのところで説明したと。で 紅用を最大化する際にです、ね、我々にはです、ね、とてもとてもです、ね、重要な考えるです、ね、ものがありましてです、ね、それは何かというと予算,なんですよ予算って大切じゃないですか紅用を最大化する際に予算いくらでもあるよというふうに言われたんだったらいくらでも消費すればいいんですよ簡単なんですよだけど予算ってあるじゃないですか、ね、月収20万その20万で紅用を最大化しなければいけないね 月収100万それで雇用最大化しなければいけないということで予算というのがあるんですよ。だから予算制というのを考えなければいけないということでそれがここからの話になるということであります。では、えー、と18ページですね3番なんですけど予算制約線ですね。 え予算制約線後でこで意味書いていただければと思いますけど予算制約式っていうのはねこのように表現されるんですね。M っていうのは予算所得ですすねね予算ととと所得ここでは同じだと考えていただければと思います、ね、で消費、えー、ですね消費額がこれ左辺に書いてあるんですけども、えー、記号なんですけども、えー、Px っていうのはビールの価格 x 材の価格ビールの消費量が x ですねで py っていうのはあ P っていうのはプライスですからね。 で,ですから価格ですね、芋焼酎の価格、ね、M というのはあの、えー、所得、予算ということで、マネーということで頭文字とって M なんですけども、芋焼酎の消費量は Y というふうに置,置くんですがあ、このね、左辺というのは、ね、消費額になりますよ、左辺というのは消費額になると、消費額ですね。 でこの Px かける x, x この点というのは掛け算ですこの点というのは掛け算ですけども Px かける x ですね点というのは掛け算ですけども Px かける x というのはこれ x 財の消費額ですね x 財の消費額で Py かける y というのは y 財の消費額ですね。 ですか二材モデルですからこの2つの材を消費するということで Px×P+Py×Y というので消費額というのを計算するんですね二材モデルですからあ2つの材を購入すると消費するということですからそれを金額で表現してあげたものが消費額になりますねこれが左辺になるということなんですねで予算というのは、ねえー、予算を超えちゃいけないですよね消費額は予算と一致してもいい だけども予算を超えちゃいけないということで不等号で言うとねえこの「消費額小なり」あるいは「イコール」というねこの不等号で言うとこの不等号が表現されますよね。ですかね予算が5000円しかない財布に5000円しか入ってないで飲み食い6000分しちゃったっつったら財布の中の5000円を超えてるじゃないですか。 ちょっとお金1,000円足りませんって、ね、言わなきゃいけないじゃないですかそれはアウトだという話ですねだから予算5,000円を必ず消費額は、ねえー、予算5,000円以下になってないといけない5,000円とぴったり一致しててもいいですよあギリギリ一致してたああよかったよかった危なかったこれも全然セーフじゃないですか、ね、だからえ予算が5,000円であれば5,000円以下になってなければいけないということですねですかね なんだけどもってことです。なんだけどもってことです。ただしということで合理的な個人は予算をすべて使い切るので予算額と消費額は一致するすなわち p x かける x プラス p y かける y イコール m になるということですね。でなんでここでイコールになるんですけどここ違和感持つ方が多いですね合理的な個人は、ね、予算をすべて使い切る、ね、ここをなんで使い全部使い切るんですかということなんですけどこうなんですよ。我々が今考えているのは効、ね、用最大化です。 でその時の前提が消費の不法案の不過程です予算をですねもし余らせちゃったらどういう状況か予算を余らせちゃうと何が起こるのかなっていうとね紅用を増やす余地があるっていうことで雇用を最大化してないっていう状況を作っちゃってるってことですね,ね予算を余らせるか使い切るかのどっちかです配慮法的に考えましょう予算を仮に余らせちゃってると何かっていうと、ね、予算紅用を増やす余地があるつまり雇用を最大化してないっていうことなんですねですから 予算を余らしちゃうと雇用が最大化してないということなんで予算を雇用最大化するためには使い切るということになるわけですよ、ね、これ配慮法的に考えましたですから予算は使い切るんですよ合理的な個人だったらねっていうことですねだから予算というのは、えー、貯,金貯金に回した後の自由に使えるお金だというふうに考えていただければと思いますねやっぱり貯金しないといけないじゃないですか まあ貯蓄というふうに言いますけど貯蓄しないといけないんじゃないですかですから貯蓄した後これ自由に使えるぜっていうね、えー、そういったものをここでは予算 M というふうに考えてるということですねで予算を余らせちゃったら、えー、雇用を増やす余地を残しちゃってるっていうふうになっちゃうんで雇用最大化してないだから予算を全部使い切ると予算を全部使い切るってことはさっきの不統合が統合になるイコールになるってことですね使い切るってことはですから えー、こういうふうになるわけですよ。p x かける x プラス p y かける y m になるという話ですね。では、えー、っとこれをですね、えー、予算制約式ですね、これをね、変形していきますよ、これをね。 でなんで変形するのかというと先ほどね無差別曲線を表現した平面というのは横軸に X 材の消費量なんです縦軸に Y 材の消費量なんですですから予算制約線も横軸に X 材の消費量縦軸に Y 材の消費量のところに表現したいということで、えー、ありますで縦軸が Y ですから数式はです、ね、Y イコールの形に変形するんですね Y 縦軸が Y ですから Y イコールの形に変形するんですなぜですか傾きと切片がわかるから 傾きと切片が分かればグラフがきちんと描けるからということですねじゃあ変形しましょうね。PX×X プラス PY×Y 左辺が消費額ですね M っていうのは予算ですね合理的な個人であればイコールになりますねでありますで Y イコールについて変形したいなぜ Y イコールについて変形するのか縦軸が Y だから で、Y イコールの形にすれば傾きと切片がわかるからね。じゃあ、あーこれ PX×X を右側に持ってきますね、えー。左から右に持っていくと符号がですね、マイナスになりますよね。で、えー、この形にしておいてですね、両辺に PY 分の1を掛け算すると Y イコールの形になります。で、この形にしますよ。ね。で、Y イコール、縦軸が Y です。Y イコールです。で、横軸の X にくっついているやつがこれ傾きになります。 Y イコール縦軸イコールの形にしてあげて横軸の X にくっついてるやつが傾きだから傾きがス p、y、分の px です。そして切片ですね切片というのは縦軸とですねこのグラフ曲線がですねぶつかるところでこれが p y 分の m ですね。ですか でえー、このマイナス P、y、分の PX が傾きなんですけどマイナスを取った P、y、分の PX をです、ね、2剤の価格比ないしは価格比率と言ってもいいですあるいは X 剤の相対価格というふうに言ったりします P、y、分の PX ねマイナス P、y、分の PX で傾きですでマイナスを取った P、y、分の PX を X 剤の相対価格ないしは2剤の価格比というふうに言いますじゃあ皆さんね傾きと切片分かりましたね傾きと切片で えー、合格するためには縦軸の切片は p、y、分の m ですよ。p、y、分の m じゃあ横軸の切片はでいと p、X、分の m ですよ。横軸の切片どういうふうに計算するんですかっていうと、ね、横軸の切片っていうのは y が,0の時の X の値 y が0の時の X の値が横軸の切片なんです。ですから先ほどの予算制約式ですね px かける x プラス py かける y イコール m これが先ほどの予算制約式ねこれの y のところにゼロ代入するんです横軸の切片っていうのは y がゼロの時の x の値 y がゼロの時の x の値ですから予算制約線の y のところにゼロ度を代入してですね x について解いたものがですね横軸の切片になるんですですから、えー、ここの y のところにゼロ代入していきますよそうするとここの部分がゼロになると でそうすると0を消してあげて px×x=m 両辺に px 分の1を掛け算して、えー、です両辺に px、ね、分の1を掛け算してこういうになるということですね。ですから x の値が px 分の m になるということですね。y が0のとき x の値が px 分の m になるということで y が0のとき x の値は px 分の m になるということでここの横自分のステップは px 分の m になるということですね。 だから横軸の切片っていうのは Y にゼロ代入してあげて X について解けば求まりますよってことですね。ですか。で予算制約線の見方なんですけどね予算制約線の見方なんですけどもこうですねあの予算を全部使い切ったら予算制約線上で消費することになります予算制約線っていうのは予算を全部使い切ったら、えー、予算制約線上で表現されます。ね、予算を全部使い切ったら 予算制約線上の消費してる点っていうのはね予算制約線上の消費点っていうのは予算を全部使い切ってますよってことね。一方で予算制約線よりも中,に中の点ね予算制約線よりも中の消費点は予算を余らせているってことね。ですから合理的な消費者は予算余らすことしませんので予算制約線上のどこかの点で消費していくことになります。 予予算を全部使い切ったら予算制約線上のどこかで消費していると,ということになりますねで。予算を余らせたら予算制約線よりあの予算制約線のこの内側にこうね消費点として取られますで。これも覚えておいていただければと思いますけど、だから予算制約線上であの消費していくことになりますけど、予算制約線上の点は予算を全部使っちゃうたる場合の消費点ですね。 でそれよりも内側の点っていうのは消費可能なんですけども予算余らせてるってことですねですかだからこのブルーのブルーのところっていうのは消費可能領域といわれますね消費が可能なんです予算の範囲内ですからねで予算全部使っちゃったら予算制約線上のに点が打たれます予算全部使っちゃったら予算制約線上のどっかに点が打たれますで予算余らせちゃったらこの予算制約線よりも内側のところのどっかに点が打たれます。 ね、でこの黄色のところって何ですかこの黄色のところこれはね予算オーバーなんです予算を全部使い切ったら予算制約線上のどっかの点ですよここを超えちゃったら予算オーバーなんです予算オーバー消費不可能領域ですねだからあここを超えたところではあの消費できませんよっていうことですね,ですね消費不可能領域予算オーバーになっちゃいますねだからその合理的な個人なんですね 雇用最大化するということなんですけど雇用最大化するためには予算余らすことしないということで予算制約線上で消費をしていくということになりますね,ですからねそここのととろを押さえておいいいただければと思いますね。 はい、えー、本日、第1回目ということでありましたけれども、あのーまあ、本日、ですね、えー、経済学の、ね、勉強がですね、まあ、本格的にスタートということでありますけれども、あのー、いろいろ勉強したと思いますけれども、やっぱりグラフをですね書けるようになることがですね経済学ではとてもとても大切ということで、今日はあんまり数式出てきてませんけど、あ予算制約式出てきてましたね。えー、ですから予算制約式はね、あのー、展開必ずしていただければと思いますね、傾きと切片。 で切片は両切片ね縦軸の切片と横軸の切片両切片を明らかにするこれできないと、ね、あの合格できないんです申し訳ないですけど。 なのであの数学嫌いな方はね本当にこの予算制約式はきちっといじくれるようにしておいていただければと思います、ね、これは本当にあの基礎中の基礎になってきますから数学得意な方はもうな当たり前じゃないかお前もちょっとくどいよとうう思われているかもしれませんけどちょっとそれはご了承いただければと思いますね。あの,系の方がちょっと多いものですからその辺はちょっとご了解いただければと思いますけどもあのいずれにしても理系の方でも文系の方でも文系の方だから数式の展開できなくてもいいとううならないんですこの不動産鑑定試験はね。ねなので であの予算制約式はきちっと展開できるように変形できるように Y イコールの形に持っていけるようにそして傾きと量切片を明らかにできるようにということですねですかね予算制約式1000きちっと、えー、ちゃんとこう何度も何度も練習してアウトプットできるようにしておいていただければと思いますねあと無差別曲線公用関数公用,用曲線ですね限界代替率限界公用 限界大体制限の法則限界行為を低減の法則その辺ですね、まあ、しっかりと思い出していただければと確認していただければと思いますね。理系の方なんかはねあの、まあ、数学使って、えー、便利で、えー、分かりやすいと思われるかもしれませんがちょっと文系の方はちょっとつらいところもあるかもしれませんけどもやっぱりこう慣れっていうのも必要だと思いますので。 あのしっかりとこう毎あのなるべくねなるべくやっぱり毎日短い時間でもいいですから短い時間でもいいですから毎日経済学を触れた方がですねあのー、とっつきやすくなってくると思いますねあのだからね例えば一日一時間勉強するとするじゃないですかでね1日ね一日一時間で週七時間ですよねで日曜日だけ十時間勉強して他は勉強しないっていうねだからパターン一一日一時間 合計7時間、ね、でパターンに、えー、日曜日だけ10時間経済学勉強します。他勉強しない、ね、1週間で見たら10時間の方が時間長いですけど毎日1時間やった方がいいですよ、ね、毎日一応1時間無理ってんだったらも30分でも十0分でもいいですよ、ね、10分の勉強時間がありませんってないじゃないですかもう電車の中でもいいですよグラフ見てね座れたんだったらグラフ書いて、ね、だからもう10分でも20分でもやってほしいですね やっぱ毎日続けることによってあのだ,んだ,んだんだんその思考法が身についてきますからやっぱり 1, 日あの1週間のうち1日しか勉強しなくてそれで10時間詰め込んでもですねやっぱり思考法が入ってきませんよねなので短い時間でも毎日こまめにやり続けるというところが特に大切かと思いますんであの特に文系の方はそうだと思いますの、ねまあ、しっかりとですね あの復習していいただければと思います、ね、予習はいりません予習やりたい方はどうぞやってください、それはもうあのその方が効率はより効果的かと思いますね。だけどあの予習する時間があるんだったら復習してほしいんですよ、あの社会人の方が多いと思いますんで、あのそんなに時間がないと思うんですよね、それを考えると、えー、復習する時間を削ってまで予習するということはやめていただきたいと。 えー、復習する時間があんまり取れないのであれば、もう復習に、えー、勉強時間をとりあえず当てて予習はもういいですから、あーそれそういうスタンスでね、勉強していただければとあの受講していただければと思いますね。はい、えー、すいません、時間の方が来ておりますので、えー、1回目の講義ですね、以上とさせていただきます。どうも皆さんお疲れ様でした。